晴天ですね、もう。おお、来た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 、この日をどれほど待ちわびたことかね。大丈夫かそれ、だいぶ合ってないぞ座席。いやいや、危ねえだろ運転。お前キノコ王国の王女様後ろに乗せてるんだからさ、もうちょい慎重に運転しろよ。いや、いいバスだなこれ本当に。ルイージだけめっちゃはみられてない？マリオとピーチあんなイチャコラしてる。おい、お化けいんの今回。まあ、知ってるけど。まあこの時点でちょっといろいろ矛盾が生じてるけどね。ルイージお化け嫌いじゃないんかい。設定が変わっちゃってるけどさ。お前かわいすぎだろ。来た来た来た。運転荒すぎだろ。標識ぶっ飛ばしたぞ今。来た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 。荷物多すぎね。何泊すっか分かんねえけど荷物多すぎだろ。そんないらないだろ。ルイージ見習いよ、こんぐらいがベターでしょ。うーわうーわ、すっごめっちゃ豪華じゃん。周りなんもねえじゃん。うわ、来た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 。扉でかいな本当。本当にこの世界は本当にサイズ感がよくわからないわ。お、俺さ前々から思ったんだけどさ、透明なのか透明じゃねえのか、気体なのか固体なのかよくわかんねえな。いやお前ら自由すぎるな。ルイージマンション初っ端で俺どんだけ突っ込んだと思ってんだ。めちゃめちゃ突っ込んだ気がすっけどさ、お前らちょっと自由すぎない？もうちょいさまとまっていこうぜ。まず受付済ませようぜお前ら。自由になるのはそれからにしような。兄さん、兄さん、そんなさ、まあまあまあ美味しい食材見てね、あの食欲盛んになるのはわかるけども、ちょっとまず受付じゃない？兄さん、兄貴、受付やんねえの？いやハローじゃなくてさ。いや多いって。いや、やっぱ多いよ、これ。普通に考えて多すぎでしょ、これは。え、何？え、PGM 何？ここに住むの？住むんですか、あなた。マジで何入ってんの？これ、8割下着じゃない、多分。こんにちは。ホテルスタッフ、スタッフさん。皆様、どうぞおくつろぎくださいませ。よろしければ、お飲み物でもいかがでしょうか。くれ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 。こんにちは。申し訳ございません、お客さん。ほら、もう声がさ、とりあえず人間の声帯じゃないもん、声が。俺、ルイージマンション全シリーズやってきてるからさ、このクオリティは本当にすごい。任天堂さん、すごいですよ、これ。これはすごいですよ、スイッチの流行。あ！なんで？えい。ここは何？おや、お客様。そんなに私の顔を見て、何か気に障ることでもございますでしょうか、マスクワシカが。目の焦点合ってないし、明らかに仮面だし、なんか浮いてそうだし、突っ込めばもう切りないから、まあ特になんもないってことにしとくわ。当ホテルのスタッフは皆様を真心込めておもてなしいたしますよ。ものすごく大きなホテルね、ルイージ。それになかなかきらびやかなとこじゃね。一回も目合わせてくれないんだけど。ピーチ姫の耳のピアス、あのさ、祭りの水風船だよな。毎回、毎回思うんだよな。絶対水風船でしょ、それ。特別キャンペーンで招待されて、ここに泊まれるなんて、とっても運がいいわね。このロビーは、すごい、本当に。これはすごい、なんか本当にバイオハザードやってる気分。え、なんかそれ褒めてねえな。お、いやチョコティが出てきた。なんで俺がチェックインしなきゃいけないの？やっぱそういう、そういう、やっぱりな、あれですか？お前はいつまで見てんだよ。やれってことでしょ？目の前にいるのに鳴らすことはねえだろ。これはお客様、ようこそ、ホテル、ラストリゾート、ラストリゾート、なんか不謹慎だな。お、お客様、ようこそ、お客様、ようこそ、ラストリゾートへ。お前、絶対お化けだろ。私は当ホテルのオーナーを務めております。パウダーネスコナー、パウダーネスコナー、ホットケーキミックスみたいな名前だね。うわ、やべやべ、ほら。足ねえだろこいつ、ほらもう早すぎるわ。階段降りんの早すぎだろ。さささささ、皆様大変お疲れでしょう。お部屋の方へご案内いたしますわ。やったね。うぜえ。レッツゴー。はい、いやー、なんかいいね、なんかこの任天堂の定番のキャラクターたちのオフのシーンが見れるね。すごいいいね、なんかこういうの。うおー、マリオさんたちのお部屋はこちらにご用意してあります。わ、絶対こんな喋り方だよね。絶対悪役こいつ。お前らピーチ姫の顔見て手振れよ。適当なんだよな挨拶が。しっかり面とさ、面と向かって挨拶しろよ。ピーチ姫もさっきそうだったけど。うわ、おいおいおい、ちょっと待ってくれよ。これマジか。いいの？ここに泊まって。お前、お前今作めっちゃ可愛いな。
お前ちょっとイメージだいぶ変わったわ。え、うわびっくりした。え、ちょっと待って、え、豪華すぎないこれは。お化け、うわうわ切ったな、すげえ。え、うわびっくりした。なんで便座上げると水流れんの。え、何見せられてんの。で、何すりゃいいんだこれ。え、お前喋れんの。そろそろ休むかワン。語尾が無理やりすぎる。じゃあ休むか。お、ルイジの私物が気になるね。うわぁ、え、なんで。やっぱルイジあれか、やっぱもう慣れてんのか、こういうなんかマンションに誘われた系は。いやもう可愛いな。うわ、なんかルイジってなんかすごいな、すごいなんかおとなしい。うわびっくりした。え、まさか、まさかマリオ兄さん、ピーチ姫とちょっと一発かました、もしかして。わ、でもなんかルイージマンションだねこれは。すげえなこれ、クオリティやばいぞ今作。任天堂さんはやっぱやってくれるよなこんぐらい。なんでなんでなんで爆竹入ってんの。いや見てよこの感じ、ホテルだよ本当に。え、なにこれ、境目。え、なにこれ、え、え、わかんないわかんない。え、 What? わ、ごめんピーチ姫、めっちゃ軽いんだけど。え、壊れた。なんかちょっとマリオの部屋入んの、なんかちょっと面白いな。ちょっと入ってみる、ちょっとどんな生活してたか見てみよう。はい。だいぶ散らかってんな、だいぶ汚いなマリオさん。タンケース食ったのピザ。体臭きついマリオ兄さんの私生活の部屋はいいんだよ。問題はピーチ姫、女の子の部屋いいんすか。しかもお前キノコ王国の王女の部屋だぞ、入っていいんすか。どうするこれで下着だらけだったら。大興奮もんだよピーチ姫のお部屋。え、案外普通。これ何、これこれ化粧か、化粧か。あ、ピーチ姫ここにまで来て化粧か、お前結局は。え、何、え、え、なんか来たよ、なんか来たよ、なんだよ、なんだ。来たよ、なんか。なんか来たよ。はははは、お前、何その顔。誰？おめえかよ。パウダーちゃんか。なんだ、おめえか。あら、ビップのお客様。ま、ちょうど、お伺いしようと思ってたんですよ。お部屋はいかがでした？素敵すぎて、叫び声を上げてしまうほどでしょ？別に俺は叫んではいないけど。おう。なんかすごい戸惑ってるね。お客様。私はね、本当にあなたのことを招待したくてたまらなかったんですまよね。どうしてかって？それはね、私が、それはそれはもう憧れて仕方がなくて。え、ま、そう？そう？陰ながらちょっとルイージファン、お前。お前ちょっとルイージファン。ちょ、照れるな。とっても大大大ファンの素敵な素敵なこの方の前に。この方の前に？あ、ルイージじゃないんだ。あ、そういうこと？あ、ちょっと俺が照れてた時間めっちゃ恥ずかしいんだけど。なになに？お前か！おめえかよ！いやいや、ワリオのセリフそれ。いやー、しばらくメガネジジイの研究所に閉じ込められちまってたけどよ。ああ、閉じ込められてた。このオーナー、俺様に会いたかったらしくてよ。俺様を解放したのよ。ラッキーだぜ。こんなお化け一匹に何解放されてんだよ。あのジジイ、いい加減にしろよ、マジで。しかし、お前らまんまとこのホテルにやってくるとはな。なんだか復讐もあっさり終わっちまいそうだぜ。え？復讐ってどういうことかって？決まってんだろ。お前らを一人残らず額縁の中に収めてやんだよ。おい！お前ら、お前ら、もちろん額縁はもう一枚ちゃんと用意してるあるぜ。やべ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 、今回は死ぬぞ本当に。まずいまずいまずい、やばいやばいぞやばいぞやばいぞ、今回やべえぞ。お前人相悪すぎん。た、ええちょっと待って、え、絵にされんの。ふざけんなよマジで、お前本当にふざけんな、危ないから本当にやめて。今回のキングテレサマジで怖いんだけど。めっちゃ物理使ってくんじゃん、めっちゃ物理攻撃してくんだけど、こいつ危ねえ危ねえ。お前のベル硬すぎだろ。
危ないってば、死ぬって。え、大丈夫お前。うわあ、危ない危ない危ない。え、ルイージ、ちょっとそっちも危なくない？大丈夫それ。え、大丈夫本当に。え、うわあ。そこ見えねえじゃん。死んだな。お、お化け、お前は生きてたんか。ルイージも着火し生きてるしね。5階から飛び降りたのに案外生きてるっていうね。え、これ地下じゃない？地下の方まで一気に落ちたんじゃないこれ多分。あー、ちょっとダメージ1ぐらいしか食らってない。ルイージぐらいになると5階からと、なんでルイージぐらいになると5階から飛び降りてもダメージ1ぐらいしか食らなんでなんで落ちてくんの。使用済みもしかしてこれ。やめよやめよ、リスナーがどんどん消えてく。やっぱまずダイソン探さなきゃダメか。え、なんかすごいかわ、金じゃん。掃除機ねえからうまく取れねえ。すごいね。びっくりしたな。ディズニーランドのお化け屋敷来てるんじゃないんだよ、こっち。待って、なんかある。え、ダイヤモンドあるよ。あ、なんで急に回り出すん。止めよう、止めよう。止まんねえし。壊れるだろ、こんな宝石入れて回したら。え、すごいね。あ、次やったら吸うからな。なんか ホラーゲームって感じがしてきてる。やっと、おーおーおーおお。お化け何やってんだ、何やってんだ。かわいいな。タグよ。蹴り方が結構ストレス溜まってる人の蹴り方だったね。お邪魔しまーす。おお、え、駐車場すげえすげえすげえ。いろいろ見てこう見てこう、いろいろ。あ、これルイージマンション2のさ、ガレージでもなんかこんな車なかった。作りがな、なんか全然ハイブリッドじゃないんだよね。おるほら、うん、わやっぱりこいつか。なんか次世代機っぽくなってるね。なんでオーバーキュームがここにあんのかもよくわかんないし。いや、踊り方かわいい。もうちょいリアクションしろ。あれ、初期装備は全部入ってるのか。おい。おめえかわいいぞ。おお、え、なに今の。これ知らないんだけど。バッチリ覚えたかわん。さあ、オーバーキュームなんだ。また何か見、いや、それは無理。これ何これ。これ何こんな機能あんのルイージ。今回のオバキューム。やっと来たルイージ、ルイージ発揮だね。本領発揮ですよ。このオバキュームを手に入れたルイージにも吸えないものは何一つないぜ。お金だろうが何だろうが全部吸いますよ。ネズミもね、生命を奪っていく勢いで。あのネズミもストロボによって生命を絶たれるんですね。あいしょダークライトも今作使えないのかね。お、待て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 、上にあるぞ。あるぞ、金が。あ、エレベーターじゃん。お、待て待て、これはわかるよ、わかるわかる。うわっ。マジどういう機能なのこれは。ストロボなかったら一生開けられないじゃん、こんな扉。何もないんかい。お、ネズミ死ね。お邪魔しまーす。お、あ、待て待て、自販機自販機自販機。いやいやいや、最高の自販機だな。この自販機もストロボないと一生使えないじゃん。ルイージ向けに作られてるね、いろいろと。これ何、覗ける系か。お、あ、金金金。いやいや、クモの巣だらけだな。俺さ、クモは得意なんだけどさ、クモの巣苦手なんだよね。え、これ気持ち分かる人いないかな。汚いな汚いな。清掃員清掃員いないの。邪魔だこれ。おお、え、強っ。え、強いなこれ、これ強いな。あー、来た来た来た。なんだっけこいつ、なんだ、パウダーちゃんか、パウダーちゃん。え、いや、まああれだから、あ、ここか、ここなのか。え、じゃあやっぱ俺5階まで一気に墜落したんだね、じゃあ。え、お、出たよ、今作のお化けか。今作のお化けじゃない。おお、目合っちゃダメなやつだよねこれ。わあ、いやでもな、お前、俺ルイージマンション前作やってきてるからよ、オバキュームのテクはね、とんでもないっすよ。初っ端でお前 100? ルイージマンション初代の時10ぐらいだったのに、お前初っ端で100かい。あ、そういうこと。あ、こうやんのか。で、え、で、A ボタンで、ははは、これね、これね、ははは、お化けに物理効かないんじゃないんかい。待て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 、行くぞ。行って、マイナス20も食らうの。お前らのパンチ世界狙えるだろ。え、どこ行った。あ、痛い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 。よっしゃ、行くぞ。行きまーす行きまーす。おら、死ね、おらおら。これもう物理で倒せるって証明できちゃったよ。
今作のお化け物理攻撃。あー、え、待って待って、これでメリーさんだったらどうしよう。メリーさんだったらどうしよう。俺受け交代考えないと。とりあえず自己紹介と俺の趣味と星座と血液。よし、もしもし、打電かい。ぶっ殺すか。死ね。お、なんだこれ、え、狙えんのこれ。躊躇なくマリオでしょ。イエーイ。あんな赤ひげ野郎のどこがいいんだよ。お金がいっぱいだよ。みんな、お金がいっぱいですよ、ここは。ここは天国か。これあれだよね。初代ルイージマンションより広いんじゃない？こっち側はロビー。いけない？ほら！お、いけるいけるいけるじゃん。よっしゃ！鍵ゲッツ。皆さん、あと気づいた？これ。ストロボマークがあるの。俺じゃなかったら見逃しちゃうぜ。はい。え？へそくりだ！へそくりだ！お札めっちゃあるね。お邪魔します！お！ちょっと待って、これは、これは飛ばしたくない。やっぱ歴代のね、お化けシーンは見ないとね、ちゃんと。扉開けるシーンは。お邪魔します？ここは新たなゾーンだよね。え？ははははは。お前やるな。いやいやいや、世界一汚い絵だな。燃やすか。え、どうするこれ。俺だったら躊躇なく捨てるけどね。なんだなんだ？え？からくり多くない？え、うざ。お邪魔しまーす。おお、ホテルっぽいわ。ちょっと待ってね、おばけん。ちょっと待ってね。ちょっと探索させてね。入れんの？入れるじゃん。うわ、え、ここか。ここであいつらあれか、オーナーのあの格好してたのか。どっこいしょ。うわー、すげえすげえすげえ。ははははは、からくりが、うお、やったー。鍵でかすぎ。うわ、え、ちょっと待って、なんで手配書ついてんの。まあいいよいいよ、おめえら誰を手配書にしたかね、後悔させてやる。アタック。おら、なんだ、逃げてんじゃねえぞ、おら、死ね、おら、おら、寝てんじゃねえぞ、おら。おばけんちゃん、おばけんちゃん。うわ、なにここ、物置部屋的な。あ、もうがっつり物置だね。なんだなんだなんだ、お前それ以上ビビらせたら本当に吸うぞ。死ね。ダークライトじゃないこれ。来た来た来た。まあ、ルイージもう手慣れてっからね、もう分かってるもん、ほら。ルイージ手慣れすぎでしょ。分かるよ分かるよ。はい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 。汚ねえだな、捨ててえな、捨てたいな。まあ、助けるけど、俺優しいから助けるわ一応。大丈夫か、生きてる。まあ、生きてんね。やっぱり何言ってっか分かんない。おお、誰かと思えばルイージ君ではないか。はて、どうしてこんなところに君がいるのじゃ。それはこっちのセリフですよ、大山さん。なんであなた絵にされてるんすか。いや、そんなことは今どうでもよいわい。とにかくこいつは大助かりじゃ。さあルイージ君、すぐにわしをここから連れ出すのじゃ。よど。って言ったら多分ゲームオーバーだよね。このホテルはね、凶爆なお化けだらけなんですよ。とっとと逃げましょう。ルイジかわいい。何、君の仲間たちがみんな捕まってしまっただと。だから自分だけ逃げるわけにはいかないと。そういうことかね。なんでルイジ首振ってんの。そういうことじゃないの。結局お前逃げたいんか。何は？じゃあお前見捨てんのか、お前。見捨てろっつーの。お前かなり評判下がったぞ。仕方ない、気取りませんが、この親まっちに考えがあるんじゃね。ルイージ君、ひとまず、わしを車のあるとこまで連れてってちょ。ははははは。お前その走り方面白いな。いやいや、そう、歩くときも上向かなくていいだろ。ああ、これあっちを見るわよ。はい、見ます。あ、エレベーターで行けってこと？いや、階段は歩くのが嫌なわけではないぞ。嘘つけ、この玉ねぎじじ。こっち来い、こっち来い。お前ちょっとこっち来い。あー、ストップ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 。行くぞ。はは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 。タグよ、もうこいつはよ。は、閉めろ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 。乗ってくんな。閉めろ閉めろ。くそ、ダメか。なんじゃこれ、エレベーターボタンがすっかり抜け取られておるではないか。はい。いやー、まあ走り方面白いな、こいつ。わあ。まあ、殺すぞ。ここか、ここだ、ここ。うわ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 、なんかいるよ、なんかいる。え？
うわ。え？え、なにこいつ、なにこいつ。あ、この人あれか。フロントにいた人か。一戦交える気？あ、無理すんな、無理すんなって。お前、お客様のバッグだろ、それ。あ、また、荒い、荒い、荒い。お前、お前、おい。おい、お前。お前、よそで見学か、この野郎。はい。スラムでボコボコにするか。行くぜ。あ、一発、二発、三発、四発。どこ行った？どこ行った？あ、そこそこ。おい。はい、脳天、脳天、脳天、はい、脳天破壊。ははは。危ない、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 危ない。ガビョーン。うわ。残酷だな。おっ。なんだ、え、なになになに、すごい、すごい爆発したけど。今回そういう感じか。お前どけよ、お前、お前何もしてねえべ。どけどけ、俺がゲットすんだ、これ。どけ。うわ。お1階と5階か、ずいぶん離れてるな、番号。じゃが2つだけしかないの。他のボタンは別のお化けが持っておるのかの。まあ余裕は、とにかくわしの車へ向かうとするぞ。面白いもんを見せてやっから、一丁ついてこい。いや、どこにしまってんの、それ。おばけんかわいいな。てか、小山博士、おばけんに一切触れないね。うお、え、え、なにそれ、なにそれ、なにそれ。え、なになになに、クソじじいが。なにそれ。早くしろよ。なんだこれ。ええ、ははルイジどうした？お化け見た時よりビビってんじゃん。おお、あ、でもなんか結構ルイージマンション2みたいな感じのラボだね。ラボのデザイン的には何も変わってないわ。ブンブンブン、ようこそわしのブースラボへ。こいつはわしの天才的な発明品の一つでの、丈夫で安心、冷暖房完備の移動式研究室なのじゃ。いやー、こんなこともあろうかと万が一に備えて持っておいてよかったわい。うん、それよりなぜわしがこのホテルにいるかじゃと。それには深いわけがあるのじゃが、手短に言うと。騙されちった。俺らと一緒でしょ、どうせキャンペーンで来ちゃったんでしょ。ちょっと娯楽味わいたかったのか、このハゲジジが。ある日、このホテルのオーナーを名乗る者から招待状が届いてね。世界中の貴重なお化けコレクションをわしに譲ってくれるというのじゃい。ほんとお化けオタクだよな、お前。いっそのことお前死んでお化けになれば、すぐ吸ってやっから。これにはお化け研究家としての血が騒ぎ出しての、つい誘いに乗ってしまったのじゃが、こいつは罠だったのじゃ。ホテルにお化けコレクションがある時点でまず疑うよ。わしは捕まえられ、逆にわしの大切なお化けコレクションを奪われちゃったんだよ。特にキングテレサはわしのお気に入りのコレクションだったのじゃが。キンテレな、あいつめっちゃ恨んでてお前のこと。なんじゃと、キングテレサっちはもう解き放たれてしまっただって。うるさいうるさいうるさい。ルイジ君、こうなったらもう君の活躍に期待するしかないよ。よし、そうと決まればルイージ君、早速これまでに使われたお化けをわしによこすんじゃ。いやだって言ったらゲームオーバーだよね。あ、懐かしい、これ。うわ、めっちゃ懐かしい、これ。ルイージマンション2であったわ、これ。うん、なんじゃね、ルイージ君、一人で勝手に話を進めるな。じゃと、一言も言ってないけど。あ、そうじゃった、君の仲間を助けるのが目的じゃったの、すっかり忘れておったわよ。よし、そんな君にまずはわしの偉大な発明品を一つ授けましょう。え、なにそれ。これあれじゃない、バーチャルボーイじゃない、これ。これバーチャルボーイでしょ、形まんまだもん。これ今の人知ってる人いんのかな、バーチャルボーイ。名付けてバーチャルブー。
略して VB じゃん。バーチャルボーイじゃん。パクリじゃん。 VB を使えばわしといつでも通信することができるんじゃよ。いえ結構です。もういらねえ。え、何それ。モニターデバイス。お前ふざけてんのか。なんで心霊スポットにわざわざモニター設置しなきゃいけないの。捕まえたお化け見てみる。ちょっと捕まってんのにめちゃめちゃドヤ顔してるけど。よし、じゃあまず帰るか。 VB をちょっと確認してみよっか。お、え、これガチでさ、バーチャルボーイじゃないこれ。まあ、なんでもいいよ。お、お化け。どこ行ったどこ行った。あ、なんだあいつ。マントルまで落ちてったんかな。死ねー。で、エレベーターに入ります。お、なんだなんだなんだ。おお、お前やばくね。お前の表情を映すその上のモニターいる。ハロールイージ君、どうやらうまく取り付けてくれたようじゃの。このデバイスはの、エレベーターからフロアの地図データを吸い出してモニターに表示することができるんです。便利でしょ。おら、早速さっき手に入れたエレベーターボタンをパネルにはめ込むぞ。1回と5回、ずいぶん適当だよね。1回は別に意味なくない。え、うわ、最先端、次世代を行くね。うわ、何事も全自動ですか今は。ルイージ君よ、一度プラス押して VB を覗き込んでから小山と話すを選んでくれんか。お前そのワード言うのすごい恥ずかしくね。なんで小山と話すって。島次郎じゃねえんだよ。小山と話そう。うわちょっと目の前にいらない映像が映ってるけどさ。ルイージ君、気が向いたら今のように話しかけてこい。たまにはわしがアドバイスをする余裕があるんだったらさっさとお前が探索しろ。バカ。ゲストルームフロア。小山博士って頭だけはこいつ天才なのがね、なんか腹尺に触るんだよね。まあ、いや行くか。この待ち時間が何とも言えないゾワゾワ感が刺激される。お、いや鏡見えてる見えてる。かわいいな。お前マジでかわいいわ。おう、そんなビビる。もうお化け見てるからもういいやん、慣れるやん。さすがに来ましたね。じゃあ帰りましょっか。これがあれか、ゲストフロア。ゲストフロアって何なんだ。お客様が泊まるとこってこと。まあよくわかんないけど、これあれだよね。他人のバッグだぞこれ。躊躇ないわこいつ。とりあえず仲間を探すとは言いますけども、8割は金を探すと思ってください。僕は仲間よりまず金を求めてるんで。ピューン等速直線運動だこれは。うわ、いや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 、何普通に出てんのお前。うわ、いや怖。ここでバーストしたらどうなんだろう。いやいや怖。大体ないものはダークライトなんですよ皆さん、覚えとけ。ライトの当て方ふざけてんだろ。この雲さ、セアカゴケ雲に似てないこいつら。じゃあ俺らの部屋ちょっと戻り。ポルターガイストや。まあ別にね、今頃ポルターガイスト起きてもね、全然今更感が。お邪魔します。あー、あれだね、本当に俺らがやった部屋だ。キノピオかこれ。キノピオかな。多分キノピオの部屋じゃない。うえー、どっこいしょ。え、何をしておるのじゃ。いやちょっと心霊スポット探索ですね。へえー、すげえ。開かないんだけど。下着の予感。全部の部屋片っ端から見ていこう。赤だからこれは赤色のキノピオの部屋かな。ん、邪魔。あー、終わりが全然見えねえやこれ。あー、お前ら久々に見たぞ。やろてめえら。よーし、来た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 。あ、ワン、あ、ツー、スリー、フォー。ここかな。ここに小山のバッグが。え、なにこれ。え、絶対ボス。メイドさんか。綺麗好きなんだね。でもメイドの服めっちゃ汚いけどね。いや、とんなとんなとんな。それは無機物のくせになんで物体触れんだよお前。メイドちゃん、今すぐその手に持ってるカバン僕に汚すんだ。大丈夫、返してくれればスラムなんか全然しないから大丈夫。なんで。まあそうなるだろうな、物体。なんで。お化けの体に入ったものは全部無機物になるんですか。うわ、え、めっちゃ綺麗。え、なにこれ。え、めっちゃいいじゃん。なにこれ。ちょっとサムネイに。ビビった。お前金金。あ、宝石だった。まああのバッグを取ってったメイドちゃんはね、とりあえずスラムめった打ちの刑ですね。だからお前らさ、いい加減になすって。メイドのやつどこ行った。あいつスラムだけじゃつまねえな。ちょっとどこに逃げたか探す。いたー。死ね。吸えないんだけどこいつ。え、どうすんの。逃げんな。
逃げんな。え、どうすんの、バッグが邪魔で吸えねえんだけど。ふぅ、はい、くっついたくっついた。で、これを、いや、結局これかい。結局ね、結局物理に物言わせてくるんだ、このゲームは。逃げんな。お前は俺の手で殺す。お前は呼んでねえんだよ。ここか、いた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 。どの面下げて掃除してんだ、お前。お前をとりあえず成仏させないと。はい、はい。お前はここで死ぬ運命だ。逃がさん、逃がさん、逃がさん。絶対に逃がさん。あー、なんで？いるねー。いやー、さあ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 。行くわよ。えい、えい、えい。声エロ。喜び方かわいい。あ、3回やったね。おお、よくやったルイージ君。それではベースラボへ戻ってきてね。はっ、うん、とりあえず3回はつけとこうか。全自動。とりあえずまずベースラボに戻れってことなので、じゃあ戻りましょうか。うれ、画面の前のみんなに打てないかな。いやいや、おかしい。おかしいでしょ、これ。あー、久々に帰ってきた。あー、久々に。なんか、実家のような安心感があるね、ここは。よくぞ、無事に戻ってきた、ルイージ君。さあ、さあさあさあ、カバンを早くよこせよ。うぜえ。これよ、これこれ。今こそこいつを実戦投入する時が来たんず、これ。え？ローション？ぐ、あ、グイージか。あー、なんか CM とかでなんか見たわ、グイージ。あのなんか緑色のなんかスライムみたいなやつでしょ。グイージの名前の由来絶対俺じゃね。あん、え、音エロ。それではルイージ君、一回表に出ろと。うわ、お前これかなり大掛かりじゃない？これ。ルイージそ、だよね。ルイージその位置入っちゃうよね。え？いや、なんの、なんの親指それ。なんもよくねえよ。早速じゃが、グイージを使った。そこからなんとか脱出しろ。脱出してしろ。あー、めんどくせえ。こいつマジめんどくせえ。それだけのためにわざわざこんなものを作ったのですか、あなたは。暇かよ。どっちかっていうと今回ルイージよりグイージメインっていうとこがあるよね。聞かねえぞ。あ、聞くわ。グイージ君召喚しようか。グイージ召喚。お、来た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 。めっちゃ汚い出方が。グイージ君は鉄格子や通気口なんかの細い隙間をくぐり抜けることができるんじゃよ。お、出れた出れた。え、でも結局これグイージが出れたとしても本体のルイージが出れてないから、結局的にこれ何の解決にもなってないと思うんですけど、それ僕だけですかね。すげえ、あ、あ、そうだよ、今作確か水に弱いんだよね、グイージ。どういう原理でこれライトついてんの、このグイージから。あ、そういうこと、結局これで俺が回せばいいってことか。は？うわ、便利すぎて何も言えねえ。死にそうじゃん、グイージ。お見事じゃ。ルイージ、どうやら安心してグイージ君を任せられるよ。グイージここで参戦はでかくない？そんな君にここで一つお知らせがあるよ。実はこのベースラボのセンサーが奇妙な建物の存在を感知したしたそうですね。おどろおどろしいタワーがあることが分かった。あ、これあれか、テラータワーのこと。じゃあストーリーと関係ねえじゃん。死ね。これはこれはいいですね。俺はあれだね、エロいな。3階ショッピングフロア。ショッピングを楽しめんの。やっとホテルっぽくなってきたよ。ショッピングフロアへレッツゴーだ。うわ、ショッピングエリアめっちゃくちゃ綺麗じゃない？随分清掃されてると思ったら天井に早速雲の散見。あー、でもなんかさ、テンション上がるかもこれ。えー、ちょっと待って。お、便所じゃん。これ邪魔だな。待ってね。これどかせるっしょ、多分。ニンテンドー分かってんな。こういうやつがいるからな。
シッティがいっぱい出てきた。一番右のここさ、金色のうんこしてるよ。はい、ははは、鍵かよ。じゃあ、入ってみる？ショッピング行く？行きますか、ショッピング。楽しみだな。お客さんいな、あ、じゃあ、あれじゃん。誰もいないわけだからさ、万引きし放題じゃね。ルイージ可愛い、絶対なると思ったけど可愛かったわ今の。なんだなんだなんだ、なに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 、うわ、なんかいる、なんかいる、お化けがなんか懐中電灯持ってるってなんか矛盾しすぎじゃない。え、なになになに、どうしたどうした、やばお前、脂肪のせいでほとんどうまく飛べてねえじゃん。あ、これあれか、お化けのくせにビビっちゃう系男子か。あー、いいキャラしてるわ、俺こういうお化け好きかも。いや、なんか吸いたくねえな。お、ネズミちゃんだ。あー、なんかこういうキャラ好きかも俺。ザルすぎんだろ、警備員がお前鍵落とすってあっちゃダメでしょ。とりあえず鍵だけパクっとくか。あ、そういうことか。そのマークのとこにね、入れってことか。え？え？お、なんだ？グイージ君、グイージ君を役立てておるかな？うるせえな！グイージより俺が主役なんだ。このゲームは俺が主役なんだよ。お前、グイージばっかにやらせてたら俺の出番がなくなるでしょ？こういうわけでグイージってこい。これ帽子か？あ、ここか。レジはいいんすか？レジで鍵開けちゃって。お、え、なんで金じゃねえんかい？あ、お化けだ。微動だにしない。おいおいおい、まあ、それは違くね。まあいいや、グイージでもね、スラムの腕は落ちてないんで。アクション、やべえ、グイージ強すぎっていう感じで今見てたね、ルイージが。とりあえずここ結構お高いとこじゃない？ここお高い店なんじゃないの？ある程度パクっとこ。ルイージ行ってこい。お邪魔しまーす。ここもまた高そうなとこだな。高いでしょ絶対。ちょっとパクるべ、パクるべ。よいしょ。はははは、ごめんなさい。で、あとはレジの金を盗んで終わりと。金じゃねえんだよな。何、またお化けか。絶対お化けじゃん。おい、鍵持って逃げんなよ。またカマチョが多いんだからな。まったく、ストロボ貯めとこ。おー、ここは天国か。ここはなんだ、あ、なんだ、え、かわいい。あ、増票だ。もちろんしっかりしっかり商品もね、掃除機の中にしまっていきましょう。ショッピングモールのね、商品全部物気の殻にするつもりで俺今日来てるからさ。次はここか。お、これは、これまたお高そうなものがいっぱいあるね。なんだこれ、鼻くそ。いや、意味ないって、僕にはダークライトあるもん。こんなもんでしょ。見てくださいよこれ、完璧じゃないですかこれ。グイージ、お前何やってんだよ。金、お前だけは 100% 逃がしちゃいけない存在だ。おい、逃げんな。金のお化けで生まれてきたことを呪うんだな。うれ、ごめんな、恨みはねえんだ。はい、とね。なんでお前が喜んでん。大丈夫、お化け出てこない。あ、お、出てこない。さすがにもう、さすがにもう吸い尽くしたか。あ、いたー。絶対いて、これ。いやはい、米粒は死ねと。よいしょー。見てください、これ何もなくなったんだけど。最後は、お、なんだなんだ、な、今頃、今頃エスカレーター始動ですか。グイージ先輩やるじゃないですか。あとは言ってください、お願いします。あ、でもまあ床屋にはあれだな、床屋には特になんか金目なものはねえな。はい、オッケー。あ、そうだ、鍵はそうだ、この今回何も目立ってないルイージ君が持ってたわ。返せよ、ほら。うれ、絶対お化け出てくるぞ、出てくるぞお化け。ほらほらほら、やっぱり何も出てこねえ。あ、え、なんだ、うわ、え、俺の弱点を分かった上でやっただと。なんか怪しいぞ、ほら。なんでなんで、はははは、ガキの頃やってたわこれ、逆から言って。おいおい、え、このエスカレーターやばくね、普通に危ない。あ、出てきた出てきた、新キャラだ。ドッスンの自爆霊だ。ドッスンの幽霊だ。あ、全然吸えない。ってことはこれもやっぱグイージ先輩が必要なんですね。任せろ、ボスは俺に任せとけって。なんとかなっから。グイージはそこで待ってろよ、俺が倒すから。よし、行くか。じゃあ、あの臆病の警備員と戦うのかな。お邪魔しまーす。いるぞ、ほら、いた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 。ビビり方めっちゃ可愛いんだけど。ええ
ちょっと待ってくださいよ。檻の中入っちゃったらグイージ使うしかないやん。結局僕は何ですか、グイージを使わなきゃいけないんですか。おら、ええお前、いやマジか、お前にはサングラスがあったな。サングラス取っちゃえばこっちのもん。死んじゃった。待って、危ない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 。着火し、お前トラやられつつもお前着火し狙ってたんかい。はいはい、逃げないで。はい、潔く観念してね、観念してね。警備員の定めだこれが。吸えんのこれ。腹が引っかかるでしょ絶対。うわ吸える、ご利用したよ結構今。なんかお化け側の視点で見るとルイージ悪魔だよね。うわゼラチンだわ。イエーイ、お前何もやってねえ。はい、僕が取った。おや間に合いてよ。とりあえずまずボタンだな、まずボタン。今度は2階か。よいしょ。2階の様子をもう一度見に行ってみてはどう。2階ってあれか、アッパーロビー。アッパーロビーってなんだろう、ロビーがアッパーしてくるのかな。あれ、おばけんここにいたの。前回からいねえなと思ったら、どうしたどうした、おばけんいた。おお、なんだなんだなんだ、芸は見せなくていいぞ。うわっ、え、これ絶対食事じゃない、お食事どころじゃない。はははは、お前天使かい。ひどき、サプライズ。こんにちは、僕は今非常に非常に悲しんでます。実は実は、まあ特に何かあったってわけじゃないんですけど。というわけで今回は食堂、今回はそういうこと、食事をするエリアなんだよ絶対に。いやもうこんな顔で見られたら俺はもう行かざるを得ねえ。行くよお化け、お前の背中を追うよ俺は。うらぁ、今回はしっかり食い尽くしていこうな。おお前チーズ食うのか。おおおお、うわうわ臭そう、めっちゃ臭そう。なんでなんでチーズすり抜けんの。おおお、いやーすごいですね、今時の時代はビリヤードも空中で静止する時代になったんですね。え、なにこれ、ビリヤードできんのかな。うらぁ、そうそう、こっち来いこっち来い、いいぞお前ら、こっち来いこっち来い。あ、待って待って、これいいんじゃない。お、やったー、いらねえいらねえ、修行のまんじゅうだ。すごいね、食堂の近くにこれ娯楽施設があるのはすごいわ。なんだこれ、ケツよケツ。え、何これ、これケツの穴。え、任天堂さん、この影はケツの穴。ダーツどうやんだ。ダーツあれあるでしょ、どっかに。ゴミ箱の中にダーツはねえよな。金は入ってんのおかしいけど。あるんだよ絶対、この中かな。おいおい、痛い痛い痛い。いや、このケツ気になるなー。ここか、これ引っ張って、うわ、一応それそこそこの重量系のものだよこの家具。結構軽々とひっくり返すねルイージ君。これ回し続ければなんか意味あんのかな。豚ちゃんかー、金。こんな娯楽施設にね時間を食ってられねえから、俺は早く飯が食いて。これ便所じゃない、待ってるおばけん。おい行くな行くな、行くんじゃねえよお前。諸君お待たせ。このマークが何かわかるよね、このマークが何かわかりますよね。女子トイレ大解禁というわけで、では皆さん運命の女子トイレレッツゴー。とまあね、こういう卑劣な配信者もね任天堂は読んできているわけですよ。個室3つとも今使用中だけど、開くんかい。誰かいる、開かねえ。ここだけ多分誰かうんこしてるわ。誰か知らんけど脱粉シーン見させてもらうぜ。え、おらー、お化けの脱粉シーンが見れましたよ皆さん、バイバーイ。まあ、誰かがまあトイレ使う可能性があるんで、ちょっとトイレットペーパー全部全部吸っとこうか。うわ、うっちだ。結局女子トイレ、結局グイージかい、結局グイージが行くんかい。なんでこんな食材がここにあんの。金袋じゃないこれ、やったー。開けていいんすか女子弁。開けるよ俺躊躇なく。うん、特に何もなし。じゃお食事と行きましょうか。おお、バイキングじゃん、すげえ。うわ、めっちゃ美味しそうこのパン、フランスパンじゃん。俺にも一本くれよ。出たよ出たよ、食事のマナーが壊滅的なたわけどもが出たよ。ななななな、あ、やべ、バレた、最悪だよ。
いや、いすぎいすぎ。めちゃめちゃいいんじゃん、今回。さすがにこの数はゴーストバスターズのドラニシ君でもちょっときついかな。食べ物がもうパーですよ、パー。あのバカどものせいで。食べ物を粗末にするから。お食？あ、キッチンだね、キッチン。おい、換気扇回せよ。換気扇も回せないシェフがいるらしいので、ちょっと食器全部吸うわ。いるね、なんかいるよ。はい。あー、足りんね。そういうこと？グイージの力も借りろってこと？お前やっぱりどっかで見てるだろ。なんかいるぞ。お、いやいや、丸ごと全然火通ってないじゃん。なんで切れんの？俺何もしてなくない？おい、フライパンをぶん回すな。本当にそれ料理人が聞いて呆れるぞ、お前。食材を投げるな。無礼には無礼だ。おら、こんな料理人はあっちゃダメだ。お前は許されねえ。食べ物を粗末にする奴は絶対に許せん。マジかマジか。いってえ。食べ物を粗末にする奴は絶対に許さないぞ、バイキンマン。ブレ、フライパンさえ持ってればこっちのもんだよな。なんで追加ショーツ。じゃのちょっとオバキュームの中で食材を作っててくれと。早くね。今日ボス早終わったよ、もう。これ提灯暗号じゃない？おい、エレベーターのボタン。おい、何、今回の敵はお前か？レミ待てよ、お前。ラタトゥーユ待てよ、お前。いやちょっと待て、行くぞ。おー、早くね。このルイージのエイムでかす。あ、分かった、これね。これを使えばいいんだ。おめえの大好きなチーズだぞ。出てこい。お前は、所詮お前は食欲に変わってない生き物なのだよ。はいやー、よし、ゲット。いやー、まあ今回ネズミのギャ、おい、どこ行った？今度はどこ行った？とりあえずあのネズミは殺す以外もう選択肢ないんで、エレベーターのボタンを飲み込んじゃったネズミくんは漏れなく死刑というわけで。ん？いた、あれか。着火し食ってんな。待て、待てよ、レイミーさんよ。待ってくれ。おい、なんでクローゼット戻ってんの？あ、絶対出てくる、ほら、もう、絶対出てくるもん。遊ぶな、ビリヤードで。お、なんだお前、もやしみたいなやつ出てきた。おい、細いな、こいつ。細じゃん。はい。さて、この中に隠れた、ネズミを。そこ？一発で当てたよ、俺、すごくない？どこ行った？おい、ストラボス、今当たったでしょ、絶対。うん、全く女子弁に隠れるなんて悪い子だね、いねえし。ここじゃない？ここに隠れたんじゃない、あいつ。おら、ほらね。うわー、気持ち悪い。逃げんな。よー、汚ねえなー。普通に汚くない？ネズミの腹から出てきたって。とりあえず待って、一回ボタンつけよう。ボタンをつけましょう。はい。4回か、次。ドローピシッ。おー、久々に見た、お前の顔。ルイジ君、追いかけっこ。お疲れじゃったな。全部見られてんじゃん。一旦ベースラボに戻ってきて。寂しい。おお、やっと戻ってきたかね。ああ、ずっしり重たく、もうポケットどころじゃないっすよ、本当に。わしはその悩みの解決策を知っておるぞ。全部わしに渡してしまえばいいんで。ショップチャンネル？え、何ショップチャンネルって？え、何お前、え、金取んの俺から。君のオバキューム、あ、見せます。どうぞ。おお。え、何した今。え、まだあんの仕組み。え、なんかあったっけまだ、オバキューム。あ、テレサか。隠れたテレサを探せるように調整してやった。あー、いらねえ調整だわ。いいじゃん、テレサ。テレサ可愛いからいいわ。ドラニシ、前回の収録から結構日付が経ってまして、以前やったことがあんまり覚えてないんだよね。とりあえず次のステージ見ようか。ホールフロア、え、ホールフロアは行ってなくない？ホールフロアだ。ホールフロアってなんぞや。とりあえず今回多分今回ホールフロアでしょ。じゃあ早速行くか。小山死ね。なに、うわ、やべ、小山死ねっつったの聞かれたかな。おっと、ルイージ君、早速出くわしたようじゃな。いや、別に何とも会ってないけど。それはテレサが近くにいることを示すさ。え、どこ、グイージ君の体は
グーという材質ってなんだ。グーって本当だ、光ってるめっちゃ。別によくない、今作はテレサ何も悪いことしてないから別によくないっていうね、僕の善意の心がありますよ今。今作本当テレサ何も悪いことしてないじゃん。どっちかっていうとキングテレサが諸悪の根源じゃん。だから、あ、いた、可愛くね。どこ行ったテレサ。お化け物背負った俺から逃げられると思ってんのか。僕にはダークライトがあるんだよ。近い近い近い、めっちゃ近い、もう近すぎてやばい、もう電話みたい。近い近い近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ、もうで、ローターだ、もう、もうローターバキューム。あ、来た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 、テレチカちゃん見つかっちゃったんですよテレサさん。おお、どっか行ったぞ。ちょっとちょっと、やばいやばい、霧が、テレサ、わははは、監視カメラで見てるなら助けてよ。おい、どこ行った。あ、いたいた、行った、こっち来てー。おらおら、え、なんか柔らかな、なんだこれ。開口の達人なんだけど。普通のお化けのスラムより絶対だよな。ウィージテレサに恨みありすぎでしょ。ホールフロアかな。来た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 。ハロー。毎回毎回入り方がルイージ可愛いな。お、なんか聞こえる。あ、ピアノ。あ、ホールフロアってそういうこと。ロビーみたいな感じかと思ったら、そういうことね。楽器か今回。なんでなんで、今楽器が聴けると思ったら、なんでさ、なんで任天堂の黒歴史であるバーチャルボーイの着信音を聴かなならんのよ。まずホールフロアについて最初に聴く音楽がこれかよ、お前。死ね。そうじゃ、ルイージ君、もしベースラボへすぐに戻りたいと思うと、転送システム。今回はなんだ、メロディー界。なんだなんだ、おぉ、シンバルンバ。気をつけーつって。誰よ誰よこれ、誰が演奏するのこれ。クッパとかしか演奏できないでしょこれ。なんかすごいね、このホテル。ミュージックスね、ミュージックフロアもあるってのがもう。うわ、なんだ、なになになに、おっ、おっ、なになにこれ。なんだこれ。とりあえずちょっとポップコーン持ってこ。あ、これ受付。あ、ちょっと待ってよ。受付の人もお化けなの。あ、なんで気づかないんだろうね、このバカは。パスワードを絶対開けられる気しないんだけど。こいつ回復すっから。こいつ最強キャラクターだから。あー、やっぱ本人が行かなきゃダメってことか。これどうせあれでしょ、これでしょ。なんで、これはわかるわ、これは。なんで、うわー、ぽいぽいぽい。この絨毯どういう原理でずっと何これバサバサなってんの。これこっち側奥あんのかな、こっち側。おめえさん何してんだ。メインフロアにね、入りたいんですけども、ちょっとお花を摘もうかなと。女子弁で、すげえ、なんかすごい生々しいんだけど、この女子弁所。化粧品よこれ。なんで鏡ここにもあんの。まあいいや、入ってるよ誰か。これで女性が入ってればもう、もう儲けもんですよ皆さん。おい、お、え、なにこれ、なにこの男子便所。見たことないぞこんな男子便所。開けられんの。やばいやばい、ルイージ、ルイージお前、お前結構伸びるね腕。なんだ、え、え、なんだ、あ、なんか、なんだ、なになになに、なんだ、なんだ、おお、なんか来たよ。なんだなんだなんだ、なんかわけわかんないことしたけど。うわうわ、普通にパスワード式でよくね。なんかメドレーとか聞きたいよ、任天堂の。任天堂のメドレーとか。あ、うわ、あ、なんだ、待って待って、ピアニストいないし椅子ないし、なんか左になんか汚ねも見えけど、まあ気にしないでおこう。うん、気にするわ。席つこ、席つこ、ちょっと演奏を聞きましょう。しょぼい。うわ、上がっちゃうの、大丈夫か、神聖な場所だぞ、神聖な場所だよ一応そのステージは。あっ、うわ、白髪じじいだ。おお、いいね、これ、これを待ってたんだよ。いいね、いいですね、聞きます聞きます。お、しまった。え、なになになに、なになになに、え、なんだ、なになになに、え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 、なに、なに、椅子が飛んでますよ。普通に危ねえ危ねえ危ねえ。ピアニストにとってその椅子ないと誰も聞いてもらえないんだぞ。エイムがカスすぎる。あは、こいつ結局全部の椅子やっちゃったよ。
顔うざ。お。やるねお前。本来それ足とかないとなんかね、足の使い方を見たいんだけどね俺。わあ、踊りながら襲ってくんなお前ら。正直踊ってくれるだけだったら俺はお前らを吸わなかった。うわ、怒った。怒ったよ。うわあ、怖っ。ピアニストとしてそれはいいのか。ダメだよそれは。もうピアノで遊ぶなお前。お、ああ、お前ダメだよお前。お前あ、いって全世界のピアニストが切れるぞ普通に。ピアノを何だと思ってんだお前。あー、危ない。楽器を舐めてるとしか言いようがない。なんで危ない俺のエイム力を見せてやる。おれ、本来ピアノをこんな扱いしたくなかったよ。だけど俺はもう許せねえ。ピアノに罪はねえんだよな。いやお前普通にバカ力やで。ピアノひっくり返してか、うわ、ゴム人間だわ。君みたいなね、ピアニストは許してはおけない。俺は許せん。おい、それは飛ばしちゃダメだろ。いやもう爆弾で1回で壊れるでしょ普通。これ普通にバカ力だよねルイージ。ピアノひっくり返すってかなりよ。このグランドピアノかなり重さあると思うよ。これある程度ちょっと吸うんですよこれ。ちょっと吸ってーので、スラムめった打ちの系なんですよね。これうまいて、これうまいて、これベテランのお化け退治ゴーストバスターズ。いえ。うわーしゃー。よっこいれ、よっこらショット。よーしよ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 し。でもね、腕はあったと思うんですよ、あのジジイも。ピアノの腕は。はい、よっしゃー、ボタンゲットですね。よし、目標達成です。帰りましょうか、じゃあ。はい、帰ろう。お化けん帰ろう。フードコート行こうぜ、途中で帰りにな。フロント、あの、アッパーロビーで。うわ、お化けやるなお前。よし、帰ろう。いらねえな。こっち入ろう、こっち。うわ、お前右の部屋でお前ドンスかバンスかやってたのに掃除してたんかい。はい、お疲れ。助けるか。個人的にお前何の思い出もないけど助けるわ、とりあえず。あ、何色？赤か。ベニティングだけど。おー、キノピオ。こう見ると可愛いんだよな、キノピオって。うん、キノピオって結構腕太ってるよね。よっしゃ、じゃあキノピオ行くか。行くぞ。え、そっから。今明らかにルイージが右側開けてくれたやん。明らかに右側から通そうとしてあげたのに、左から強引に出てきたよこいつ。バイバイ。いや俺も入れて。ほら、なんだなんだ。あ、パウダーちゃん。ほんとキングテレサ好きだなこいつ。お、パウダーちゃん。別に全画面ルイージで見なくてもいいだろこれ。まあ、正直もうこの音楽エリアにもう用はない。俺も帰ります。おお、はや、ははや、うん、おや。毎回全自動助かるほんまに。キャッスルフロア、よくわかんないねこのホテル本当に。キノピオ本当ここまで来れたかな。場所一切教えてないけどね、本当ここまで来れたのあいつ。おい、ねえぞキノピオ。いたいやー、さすがに嫌になってくるな。こう、毎日、ホテルの探索させられるのもな。癒しが欲しいんだよな、やっぱり。パートなんかわかんないけど、かなりシリーズ系にしてはだいぶ続いたんじゃないの？俺からしたら。俺、シリーズ系ってかなり続かない男で有名だからさ。おー、金！今回はね、癒しを目的に、ちょっとね、すぐ次のフロアを行くんではなく、ちょっと癒しを求めて、ちょっと、俺が今まで行ってきたフロアをちょっとチラチラと見ていこう、みんな。ちょっともしかしたら、俺が取り忘れてるテレサとかいるかもしんないしね。あいつ癒しだよ十分。お化けの次ぐらいに癒しだよあれ。なんだ？テレサいますね。どっかにいるな、テレサが。テレサがいるよ。どこで弾いてんのピアノ？どっからなってんのこのピアノは。うわ、もうやばいやばい、ほら。フエージランプが。やばい。爆発するぞ。みんな捨てろ。絶対ここにいる。ここか？わわわわ。
おめえそっち？こっちかよ。やっほー、僕テレワンだよ。逃げるの1番。いていていて、くせー。どこに行った？どこかな？上だな、これ。上に飛んずらしたか。ほら。待って待って、今あいつパーセント20だったよな。20ならワンチャン普通に殺せるぞ。痛い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 。おい、どうした？逃げるの1番なんだろ。逃げるの1番って自称してた割には、前回のテルさんの方が俺捕まえるの難しかったかもね。今回ね、キャッスルフロアっていうね、ホテルにキャッスルフロアがある時点で俺もよくわかんないんだよね。出た、ルイージ君の毎回扉開けた時のバリエーションが面白い。危なっ。あと2秒早く出てたらお前ルイージマンションここで終わってたよ。前回からね、キャッスルフロアっていうのが出てから、もう訳がわかんない。やべ、壊しちゃった。やべやべやべ、壊していいのこれ、大丈夫かな。おい金、おい待て待て、お前は逃がしちゃいけねえ存在だ、ごめんな。なんなんだこれ。え、なんだ、なんか聞こえるよ。え、なにこのなんかゼルダの伝説みたいな。伝説が始まるの？すげえ、ポップコーンだ。え、ってことはこれあれか、キャッスルフロアと言いつつ、なんか、見た目をお城っぽくして、実際はあれかな、闘技場みたいな感じなのかな。要は誰かと誰かを戦わせるみたいな、そんな感じ。結構 R18 じゃないそれ。あ、これあれか、グーイージ先輩か。ルイージマンション3、グーイージ君活躍しすぎじゃない？なんか、ルイージの本体の本体が影薄くなってるんだよね。ルイージマンションってタイトルで、これ発売してるんだから、グーイージそんなね、活躍させちゃうとね、タイトル詐欺みたいなとこあるからね。要はあれですよ、ルイージは、グーイージに嫉妬してるんですよ。いや、すごいな。デザイン的にはすごい作り込んでるけど、本当にこれホテルにいるんかな。絶対いらないよね、ホテルに。怪しいぞ、これ怪しいぞ、怪しいな。うん、どこでしょう。あ、ネズミ、ダメダメ、ネズミは吸っちゃダメなんだよ、殺さないと。おー、袋のネズミとはまさにこのことよ。これは、おー、なんだこの天国の雨は。金塊って結構重量あるじゃん。かなり痛いっしょ今の。アイジャンゴレッツオープンザドア。うわうわ、すげえ。これ室内か。すげえ。やっぱホテルにいらねえな。絶対にいらないと思う、ホテルにこれ。お、ムービー来たよ。あ、ほら、やっぱりこれ、あ。それどうやって音程調整してんの？声高っ。ボタン持ってんじゃん。お、やるか俺と。あ、やる。この掃除機を前にして。これ、届かないかな、ここから。さすがに無理か。あいつ何？俺があそこまで行くまで、あそこでずっと待ってんの？暇かよ。スイカキャノンとか撃てないかな？あっちに、あっちに。スイカキャノン！あー、なんだなんだ、剣がなんか、戯れてるけど。大丈夫で、お前らか！危ないんだよ、剣で遊ぶのは。やめようね。今回ガチで俺殺されるんじゃねえかな？今回俺本当に、結構生々しい死に方を遂げるんじゃない？何？何さ？はいはいはい。あっ、大丈夫じゃない？マイナス20も食らうの？まあ、グイージ君に任せましょう、ここは。さて、行きますか。今回はあいつと戦うのが、なんかやだな。戦ってばっかで。もうちょい娯楽が欲しいですよ、皆さん、僕は。あー、音怖い、マジで。何ここ。本当に何なの？わー、お、いやー、危ない。おっ、こしょい。いや、まあ、剣振り回すくらい、あ、いたー、ネズミが多いな。ちょ、ま、おはライト食らった時のお前顔、すげえな、お前。あー、一番地味。マジか、鍵あり。はははそこは壊れようぜ。あた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 、ドキドキ。スキップ、まだまだつかねえのか。なんだ、訳ありのズームが多いよね。危ない危ない危ない。いて、やべえ、マジでアキレス腱今当たったわ。なんだ、金玉。おい、いた。ドリフかよこれ。じゃ、これか。おいおい、え、あ、あ、当たり、当たりか、よかった。お前が落ちてくんの。さあさあ、そろそろ来るんじゃない、お化け。なんだなんだなんだこれ、怖いな。金庫あんじゃん。危ねえ、見落としてた。はいはいはい。いや、シリコ玉かよ。ルイージ降りようね。あ、オッケー。わかんないんで行きま。鍵がねえよ。あ、ここ扉あるじゃん、ほら。ああ。ダークライトちゃん。めっちゃ雑に追い出されんじゃん。た。よく見たらこいつらボウガン持ってんじゃん。これいけねえな。困ったちゃんだな、これ。これだな。これなんか上にちょっと切ったもあるもん。おう、こいしょ。頭いい。
ケー。なんだなんだ、またお化けか。うわ、なんだこれ。なにこれ、キモ。あーでもなんかあはん、ただの無謀の衆だったな。飛ばさないで見ていきましょう。やっぱ飛ばすわ。うわー、牢獄だ。なんでなんでなんでピラニアン。グイジに引っ張らすといて取れねー。お、取れた。え、なんだ、おい、お前ただじゃおかね、このガキが。あ、え、あ、左右から壁が迫ってきてる。え、なんかそうみたい。お前らさ、お化けのくせにやってることが超生々しい。届かないよ。グイージにやらせろってこと。やべえやべえ、あはは、お前溶けてる場合じゃねえよお前。ふぅー、やべえやべえ、本体死ぬぞマジで。あ、やばい、これ以上はし、やばいぞ、死ぬぞ。あ、あああぶねー、助かったー。グイージ、グイージ。おい、普通にグロい。なんだこれ、落ちたらこれ終わりじゃないのもう。でもって、おい、来た。はい、皆さん、はいはい、どうもどうも、はいはい、危な。はい、行ってきまーす。うわー、なんか本当になんか今回そうみたいだね。なんか本当に怖いな。本当になんか ジグソーが絡んでそう。よーしよしよし。なんで？もういいじゃん、納豆たちは良くない？お前らがいくら束になってもね、ダイソンには 100% 勝てないから。じゃあ行くかみんな。そろそろボスでしょ。ほらもう明らかにもうボスへの道のりが。なんで？これも怪しいな。ほら冴えてる？やっぱあったかこっちに。お、なんだこれ。やった、金金。じゃあ一丁バトルか。来たぞおハゲ、おジジ、戦え。ほらほらほら、ほら来たぞ。なんでなんでなんで怒ってんの？来てもらう予定じゃなかったの？お、え、なんだこれ。うわ、観客じゃない。走り回るね。どこ狙ってんだおい。あいでー。え、20も食らうの？やば、ただのタックルじゃねえあれ。フィジカルがやべえぞ。早く隙見せろ。来るぞ来るぞ、来た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 。あー、死ぬ死ぬ。あー、ついてくるからこっちです。なんだ、隙ないの？おい、隙がないぞこいつ、やべえ。神は言っている、ここで死ぬと。お、来た来たぞ。なんかなんかわかんないけどビビったこのジジイ。その油断があだだぜジジイさん。ここだ、胸にドン当てて、バッキューフレッ。よーしよしよし。うわ、来た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 。最終的にね、鎧壊してもこういうこの本体壊さないで、やっぱひょろいな。はい、どうです皆さん、観客盛り上がってるかい、盛り上がってるかい。全然。おら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 。はい、お疲れーす。お、観客どうだ。おお、そこは素直にお前応援しろよ。そんなそんなブーイングする、そんなに俺勝ってほしくなかった。1に見えるわ。はあ、開いた開いた開いた。なんかね、やっぱ敵だけどさ、やっぱちょっとそこは祝うとこじゃない、勝者を、っていうね。ここから始まったんだ、僕と小山博士の熱い熱い恋物語が始まって、たまるかよ。今回ね、新たなフロアにまた行くんだけど、新たなフロアに行く前にちょっと寄り道させて。うわっ、ついたついたついた。こんにちは。はいはい、ここ懐かしいね、ゲストルームフロア。俺たちが泊まった部屋の階なんだけど、僕見落としてたよ、見落としてた。これね、これこの椅子を見落としてたんだよ。この椅子見落とすのはね、ちょっとね、素人じゃないのって。まだ任天堂のゲーム何年やってきてるんだとって言われても仕方がない。グイージがね、せっかくいるんで。そこそこで壊れんの。あ、消されたんだよほら。そうだそうだ、逃げてる時さ、あのキングテレサが着火してた扉消してたわ。とりあえず全部の部屋復活させよう。とりあえず、
オッケー。そうそう、ここもここ、ここここもね、行けなかったですね、確か。何かに、え、ここ扉あったの？全然気づかなかった。あー、ケーキが、ケーキが、あー、もったいねえ、もったいねえ。早速新エリア行くか。なんだっけ新エリア、7階か。グリーンフロア、明らかにおかしいけどね。ホテルの中に草はダメでしょ。早早早、一気に来たね。はい、お、うわ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 、緑緑、外でやるよ。あ、でもなんかね、ルイージマンション2の呪われ退治を思い出すね。ルイージマンション2っていた、いってえな、殺すぞお前。え、なんだこれ、めっちゃ痛い。た、なんで今、なんでダメージ食らった、おめえかこの野郎。これ絶対だよね。なあ、これ引っ張るよね。おい、あっ、あっ、金にしても雑草が多すぎる。これは虫もこんだけ湧くわ。トトロを思い出すぜ。イエーイ、お前んちおばけ屋敷。こんにちは、お邪魔します。お、いや、おかしいじゃん、今両手でバーン開けたじゃん。うわうわ、なんだこれ、案外複雑だった。結構ネイリン作ってあるんだよ。なんだ、え、いや、絶対絶対、ほら、ルイジ着火し確認してる。え、マジ今回これで終わりって、ちょっとチラッと周り確認したね。この仕草が可愛かった、純粋に。これさ、多分絶対普通にゲットできないと思うんだよね。だからちょっと予想するわ。多分取ろうとしたらあれだな、死ぬね。ほら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 、あ、今回のボス、ジョーロか、じゃあ。あ。え、なんで？おい！今回のボス、これ？いやいやいや、すごいね。光合成もしないで。あら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 。シャシャンな、マジで。うわー、ジャックと豆の木だ。今回のお化けなんかやけにちっちゃいね。なんかあっさり倒せそうな気がしてきた。やば、育ちすぎでしょ。太陽光もなしに育ちすぎだよな、マジで。お、なんだ、あ、金、いいね。お、今だ、怠慢のチャンス。なんでだよ、自由自在か。明らかに狙ってやったよな、あいつ。明らかにあそこに水かけたらここに伸びるって分かってやったよな。うわ、ルイージにアスレチックを求めるか。なめんなよお前、アスレチックは得意中の得意だよ。おかしいな、マジで。ごめんね、俺雑草だらけのとこでさ、こんなソファー座ってくつろげねえわ、ごめん。いや、寝れねえだろ、さすがに寝れないだろ、こんな草むらだらけじゃ。なんで、あ、だよねだよね、忘れてた、お前のこと。お前いたわ、そういえば。はいはい、そんなもんかお前ら。お邪魔ちまっと、え、お風呂ここ、これ便利だな、これ、これ超便利。これあれか、グイージ使っていく感じか、これか。よこいしょ。なんで上行けないんだけど。あ、こっちにもあった。ややこしい。いえ。よーし。お邪魔しました。いや、なんかね、階段ね、徐々にね、あいつ壊してくんじゃ、お、なんだ、お、出た出た出た。今がチャンス、ルイージ、今チャンスだよ。めちゃめちゃチャンスだ。うわー、なんだ、そのパイナップルみたいなの。うわ、絶対化け物になる。絶対化け物になる。いやー、あー、でもそうでもないね。そうでもなかったわ。いや、危ない危ない危ない。おおおおおおお。あ、カメラマン死んだな、これ。嫌なとこで妹るな。タイミングゲーだな。俺にタイミングゲーをやらしちゃダメだよ。もう一発で行くから。うら。うわ、タイミングよく消えやがった、あいつ。どこ行った？タイミングしっかり見てんな。うわ、なんだ、ここも、ここも浴槽。どんだけ入浴させたいんだ、ここは。うわー、金だー。やべ、積んだか、これ。わかった、これだな、これでトイレをぶっ壊すんだ。ほらエリートよいしょ。いや、今回結構頭冴えてるわ、かなりいいよ。上、なんで、ルイージもこの檻にはもうだいぶ慣れてきたね。もうお化け待ってるもん。この檻が降りた時はもうお化け来るって待機してる。お、なんだあれ、肩から腕生えてるよ。ああ、わかるわかるわかる、ちょろいなこいつ。わかりやすいわかりやすい。ごめんな、なんかめちゃめちゃ地味で。おっ、おっ、どっすんの、いてー。よし、グイージー、ここは力合わせて一やってやろうぜ。はい、お疲れーす。やべー、死ぬ、マジで。
死んじゃうよ。しつこいなあ。ドカーン。なんだったんだよ。ああ、びっくりした。もうちょいさ、ちょっともうちょいさ、もうちょいゆっくり行こうぜな。あ、あ、これ丸ノコじゃない？うわ、最強来たぞこれ。やべえ、めっちゃ楽しい。うわー。ルイージ、ルイージ。いやー怖かった。ハリウッド映画みたいな感じだったね今。めちゃめちゃ、うわでかー。なんだこのウォーターメロンは。さすがに引っ張れない。グイージも必要かこれ。いやグイージ係でもなんかひっくり返せそうな気がしないんだけど、こればっかしは。ひっくり返せんのね。はい、お疲れー。え、なんだこれ。あ、階段が壊れてんのか。ってことはあれだね、わかったわかった、これでしょ。これしかないもんね。あ、またアトラクション。そろそろ上近づいてきたんじゃない？最上階。え、なんだ？開かない？いた！なんで入れない？うわ、あ、入らない方がいいかもね、これ。うん。そろそろボスじゃない？お。うわー、あそこ渡りたくねえ。あそこ絶対渡りたくねえ。出た出た出た。やってんなこいつ。やってんな。やべやべやべ。ふう、危なかったぜ。いやー大丈夫？あ、あ、そういうね、そういう感じか。ここトランポリンか。ほら。うおお。いや飛びすぎでしょそれは。いや便利なキノコもあるもんですね。やぶな。で。乗ります。で、ジャンプ。オッケー。ルイージマンションになるとルイージ急にジャンプできなくなるからな。いや、もう行くわ。ハロー。え、あそこでしょ、絶対。あそこ行きたくねー。あそこ行きたくねーなー。なんなら帰りたい。あー、あったあったあった。あれだね、今回アトラクションすごい多いね。ふぅ。これか。こうして無理やり開けない方がいいんじゃ。そうだ、こいつが食ってた。相変わらず感情ないなお前。あーあーあーあ。バイバイじゃねえ。降りるの？まさか。いや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 、危ねえって。おお。あ。都合よくない？都合が良すぎない？それは。それは都合いいぞ。来るぞ、絶対来る、絶対、ほら。絶対来るじゃん。いや、お前にとってボタンは、別にいらなくない？あ。一丁やってやっか。うわぁ、死ねえ、死ねえ、死んでしまえ。よっしゃ。もう自然破壊もクソもね、俺はもうね、もうおごった。もうこのね、この植物のフロアに来て、俺はもう植物に対するね、扱いが変わってきたよ。ほら、こっちだよ、こっちだよ。嗅覚あんのお前。絶対そらおかしい。肩、ほら、くたばれ。植物なくしたらこいつ本当に弱いな。なんかこういうお化け多いよね。なんか何かを失ったらなんか弱いやつ。よしよし。よし、来た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 。環境破壊は気持ちいいぞおい。もう逃がさん。お前だけは許さねえ。植物をもてあそんだ罪、死して償え。はい、はい、はい、さようなら、はい、さようなら。おお、お前や、お前、お前、お前やってんな。開けすぎじゃない？何の植物なんだろうね、これ。オッケーオッケー。いや、長かった、長かった。ふぅ、疲れた疲れた。個人的にはね、二度と来たくないフロアだねここ。え、扉の開き方おかしくね。さて、今回もルイージマンションやっていこうかな。
死んでてるぞ。逃げられちまう。早く吸わねえと、吸わねえと。匂うな。匂う。めちゃめちゃ匂うな。めっちゃ匂うな。何かいるな、ここ。匂うぞ。すごい匂い。くっそ。奴がいるな、どっかに。どこかに身を潜めてるね。ここか？ここの部屋臭いな。はい、発見。おい！はい！白いみたらし団子確保！帰るか。ああ！じゃあね、皆さん、あれですね。今回は、グリーンフロア前回やったんで、次スタジオフロア。お、着いた。前回来てるんでね、ちょっとチラってね。いや、見てよ、これすごくない？これスタジオ。一回現実で見てみたいよね。こんな類似マンションじゃなくて。ここ案外関係者以外入っちゃいけないようなフロアな気がするけど。まあいいよね。あ、え、何これ？絵が飾ってあるんだけど。あ、これなんだっけ？マリオサッカー。なんで俺の死闘が飾られてんの？これの戦いの末、毎回あいつ全部負けてるからな。あいつ怒るんじゃないの？このポスター飾ってたら。これ何？え、これわかんない。なんだ？これなんだ？え、これわかんないな。なんだろう？これはもう、ロッキーでしょ。うわぁ、マジでいいの？これ勝手に来て。うわぁ、このなんかさ、このコード類がなんかこう地面に垂れっぱなしなとこがすごいスタジオ感がある。リアル。すごいリアル。やべえ！やべえ、やっちった！やべえ、どうしよう。結構値段しそうなスピーカーを壊してしまった。絨毯めくれそうじゃない？え、ピクリとも動かないんだけど。なにこれ、アロンアルファでもくっついてんのかい？はい。うわ！え、なに？え？どこ行くの？俺やっちまったか、ついに。やっちまったか？お、お、すげえ！カラーテレビになってる。待って、なんか見れるやん、テレビ。テレビ見れるやん。あ、なんだ？うん。おー、ルイージの、アヘ顔っぽいアヘ顔が。ルイジヒゲの材質いない。鼻近っ。え、嘘、入ってた。そんな、え、すごい入れるじゃん。これ64だね。64を思い出すわ。懐かしい。スーパーマリオ64ですよ。あー、入っちゃった。え、そんなんあり？下手したらなんか一生戻ってこれない感じしたけど。あー、怖かったわ。まあいいや、まあ鍵ゲットできたし。うん、まあな。じゃあ入ろう。まあ、勝手に入るよ。はあ、さあ、スタジオか？ここはもしかして。ああ、なんかいる。え、なんだ、すごいうなされてるけど。その前にちょっとトンズラ。わっ、うわー、これすごいな。分かる人には分かるんだろうな、これ。あ、これあれじゃない？なんだっけ、映画で言うあれですよ、あれ。うん、あれ、そう、あれあれあれだわ、これ。え、でもこれ何？え、なんか動いてるよ、真ん中で。なんかいる、なんかいる。あ、え、なんか来る、こっち。え、なんかあの、なんかあの、あー、お前かよ。全部吸っちゃったよ。今後の上映する予定だった作品も多分全部吸っちゃったろうな。ごめんなさい。いや、ネタに困ってるんでしょうね、きっと。きっとネタに困ってるんでしょう。うわ、びっくりした。ジョーノーズ。ああ、なんたる悲劇か。このジョーノーズ監督ともあろうものが大切なあれをなくしてしまうとは。ちっぽけで何もできない映画監督、それが今の私の姿なのだ。わかってんじゃん。ああ、そんな私にはこの美しいボタンの輝きさえ今はただ色褪せて見えるばかり。お前、背後に俺がいることを分かって言ってるだろ、さっきから。さっきからわざとらしい、なんかしらしらしい大根芝居やってるけどさ、背後に絶対俺がいること知ってるでしょ。いけいけ、取れ取れ、取っちまえ、取っちまえ、取っちゃえ。お前、このフロア終わりだぞ、もう。いけいけいけ。あ、ダメだ。私の真っ赤なメガホンよ、お前はどこへ行ってしまったのだ。メガホンか。お前、メガホンね、メガホンね。俺、カチンコずっとなくしてるかと思った。あのメガホンを再び手にすることができるのならば、代わりに何を差し出しても惜しくはないだろう。こいつ遠回しにあれだな、エレベーターのボタン欲しかったらメガホン取ってこいって言ってるな、こいつ遠回しに。めんどくせえ。あ、やっと終わった。こいつの独り言、今まで全部こいつの独り言だからね。しかもこいつライト効かねえし。おい、いますよ、僕ここに。めっちゃ避けるやない、どんだけ俺のこと見ねえ。俺がいること知ってるだろ。いやー、こいつ意地でも見ねえな、俺のこと。やっぱさっきの全部芝居じゃねえかよ。あったよ、メガホン探せばいいんでしょ。お化けだからな、結局。なんかこいつら、ああ、話せよ早く。分かったから話して。ねえ、
うわ、びっくりした。今の騒音を聞いても一切見ないな。ルイージマンション初期の頃はライト当てるだけでさ、お化け吸えたのにさ、時代が進むことによってやっぱお化けもなんか性能が上がってるよね。2ではさ、ストロボ焚かないとさ、お化けビビんなかったし、今作はストロボ焚いてもビビんねえやつもいるし、やべえな。うわ、撮影スタジオだ。うわ、すげえ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 。撮ろうぜ俺。うわ、すごっ。いやー、やっぱこれですよね、ビデオカメラって。すごいよね、今のご時世カメラって。うわ、これどう見ても貞子やん。貞子の弱点ってなんだっけ、みんな知ってる？俺は知ってるよ、貞子の弱点。レバニラ。ちょっとお邪魔しまーす。あさここ入ってどうすんのこれ。あ、帰ってくるのね、そういうこと。まだ泣いてんのかよ。おお、すげえ。これはなんだ、要塞か。これが映画撮影スタジオ。うわっ、すげえ。いや、俺もこういう編集技術があればなーっていうね、すごい思うわ。やっぱ任天堂さんすごいですわ。とまあめちゃめちゃ媚びを売っといて、赤いメガホンだっけ。そんな目立つメガホンなくあいつ本当に探したんかな。ちゃんと絶対ちゃんと探してないわ。なんだ今、上にすごいなんか吹き飛ばなかった今燃やして。君、小山さん随分物騒なこと言いますね。ここでね、燃やしたら俺も全身焼き鳥状態になっちゃうよ。そもそもの話ね、そんな都合よくね、どのフロアにもね、炎があるわけじゃないんだから、簡単に燃やすとか言わないでくれません？あるんかい。あ、やって、おー、来た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 。あ、ダメダメ、消化しないで、ダメダメ、消化しないで、頼むから、ほんまに、あの火だけ半分ちょうだい。まあ、本来俺がこれさ、お化け吸っちゃいけないよね、立場的に。水あかん、水あかんて、水あかんて。あ、お頭が来た、お頭が来た、お頭が。待って、こいつは俺一人の力じゃ無理じゃない？この火をどうすんの？あちゃー！火は別の部屋に運ぶためには何かが必要じゃの。ああ、さっきから意味深なこと言うんだよな、この博士は。もう潔くさっさと答えを言ってくださいよっていうね。これ怪しいよ。でもね、僕ね、正直ちょっと分かったってとこあるんだよね、実は。このテレビが怪しいんだよ。本来テレビいらないじゃん、こんな部屋移動するためだけなら。何が言いたいかですよ、皆さん。僕がつまり何が言いたいかというと、このテレビを駆使して何か運ぶんで。絶対そう、絶対いるぞ、こんな傘だこ。お、カメラワーク、ルイージ、お前いい仕事すんな。ビビらせてくるね。来るか来るか、あー、来る。貞子が、髪の長い女性が出たー朝起きて遅刻確定した時の俺の顔みたい。てかほら、もう上に松明あるやん。あ、あ、なんか来た、投石や、カタパルトや。ほらな、あったぞ、ほら松明、あれを使うしかない。なるほどね、これ水をかけるのか。って言ってもどうしよう、水がない。俺のションベンでなんとかなんないか。ほら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 、このバケツよ、このバケツ。そう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 、そうやって入るの、そのモニターに。で、こっから水をすくえません。はい、ああ、落ちてもうた。いや、怖い怖い怖いな、怖いな、怖いな、怖いな。お、ありがとう。行くぜ。あとあれですね、この植物に。あ、なんか来た、やばい、来た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 。急げ急げ急げ、早くかけろ早くかけろ。あちゃあちゃあちゃ、オッケーオッケーオッケー。やばいやばい。いや、なん、そ、なんでそこで落ちるん。来た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 、投げ込まれた、投げ込まれてきた。増氷が投げ込まれてきましたよ。はいはい、はいしょーっつって、お疲れ様です。で、あとはこれですね。いや、都合よく火消えんなよ、行ってこい。あっちー、あ、ごめん。何の罪もないスパイダーを殺してしまった。あー、もうルイージめっちゃカメラワークで遊ぶやん。この雲も正直罪ないよな。うん。で、メガホンゲット。これでいいのかな。あー、よしよし、グイジよくやった、よくやった。グイジよくやった。早くそのメガホンよこせ。なんやお前。散々コキ使ったから、やり返してきたか、最後の最後で。さっきから無視し続けてるけど。ほら。目にしてもでかいな、メガホン。うわっ、お前顔結構なんか本当に外国人の監督でいそう。ハロー、な、お、今回のお化けは話が通じる？
ちょっと待ちたまえ。そこに止まるんだ。よく見ると君はなかなかいい顔つきをしているんではないか。いや、僕そういう趣味はないんで。はい。それに体格も。へへへ、悪くねえ。いやでもね、案外ルイージ身長高いからね。案外いいかもよ、確かに。ごめんね、素人の俺からしたらいい箇所が全くないわ。俺的にはなんか三日月の形をしてる眉毛がいいんじゃない。なになになに、スタッフいんの。なにこれ、怖い怖い怖い。何させられるのこれ。ついにルイージマンション以外で俺が主役。でもなんか関わりたくないからグイジ行ってきて。はーい、僕が行きました。はははは。おいおい、ガン虫かよ俺は。わかりましたわかりました、ゼラチンは引っ込んでろと。そういうことですね。おおおお、なんだなんだ。お、ついにルイージが主役が、ルイージの主役が、うお。いや待って待って待って、台本ないよ、何も台本が。台本くれよ台本。これほど似合うね主人公はいねえな。なんだ、え。ルイジさんノリノリっすね。何このシアターモードのままできんの。これじゃどっちがヒーローか分かんねえなこれ。おい、あれ聞かねえぞ。あ、まだ分かった分かった、これ裏から。殺される。分かった分かった分かった、ヒーローものでよくあるあれね、悟空とご飯なの、親子カメハメハね。いけー、親子カメハメハってか。本来俺の隣はマリオ兄さんであってほしかったな、グイージじゃなくてな。それ思わないみんな。早くゼラチン早くしろ。いけー、親子カメハメ。待って待って、強いぞ。嘘、ちょグイージ頑張れ。オッケーオッケー、俺近距離でゼロ距離で。何どうすればいいのこれ。あ、 A ボタン連打、連打はダメだよお前、高志名人マリだから俺。これがルイージの16連打だ。うん。ちょお前出てきちゃダメでしょ。あ、うん、よかったね映画撮れて。何、くれんの普通に。お前いいやつ。お前いいやつ、いいやつやん。さんざらしちゃったよ。でもまあしょうがない、技術を生むのにね、犠牲はつきものですよ皆さん。でこっちは行ってったなあいつ。お、どうした何してんの、編集中。あと少しで私のアートがついに完成だ。頼むから邪魔しないでよ、編集中なの。実況者としてね、編集作業を邪魔されるのはね、もう迷惑この上ないので邪魔はしません。でも待って、じゃあこいつ吸わなくていいのかな、これ吸わなくていいの。おっ、25。編集中のお前をね吸うつもりはないよ、安心して。さすがにそこまで俺はチキチクじゃねえ。編集終わったら行ってね、吸うから。ハローエブリバディ。いやー、まあ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 、前回はね兄さんを差し置いて、マリオを差し置いてね、俺主役の映画を作ってもらってるんで、今その撮影をしてたんですよね前回は。ヒーローはつらいわ。でね、なんか前回のボスね、あっさりボタンくれたんだよね。だからもう次の回いけるんだよ。なんか地味に長く感じたわ。ああ、結構長く感じた。何お前、ちょっと待って、おいお前、まあ、ふざけんなよお前マジで。何ドヤ顔で出てってんの。おい返せボタン。幽霊タイプの猫が一番めんどくさくない。生きてる猫だとさ、やっぱさ物陰に隠れる程度で済むじゃんあいつらは。でもさ死んでる猫だったらさ壁すり抜けるやん、立ち悪。首はしてなかった、首はしてたよな。飼い主いるべ。じゃあ飼い主の顔が見てみてよ、どこ行ったあいつ。そうだ、そういう時のダークライトね忘れてた。足結構汚ねえからこうやって残るんですよね、あいつらの足の口臭が。これ多分、あ、こっち行ったか。これどういうことなんだろうね。この形のまま飛んだってことなのかな。随分カメラ目線な入り方したんだね扉。本当にいいよねこういうの、本当にね。
お化けんだけにしてくれない？スタッフさんいるやん。やべ、めっちゃあいつ何も罪ないよ、あのお化け。お化けがいたらもうなんか数定めになってるよね。バレないように行こう。バレないように探すべ。グイージならワンチャン。あー、はい。なんかすごいお化け視点で見る俺ってめちゃめちゃ悪魔だね。で、ここか。全部カメラ目線なんだね、入る模様は。あ、バレてますよ。あ、でもなんかこう見ると可愛いな、お前。犬派か猫派かって言われたら俺結構猫派だから、ちょっとね、猫に甘いってとこあるね。これワンチャン届くんじゃない？届かないこれ。いや、バリバリ食らってるでしょ。グイジちょっと見張っとけ、そこで。オッケー。あ、来た。早く早く早く行けー。うますぎる。うわ、キュービーみたいになったんだけど。えすごいこしってますけど。うわ、来た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 。おぉ、怖え。あめっちゃチキンレースじゃんこれ。まあ、チキンレースは俺の先輩特許なんでね、まあ、余裕ですよ。尻尾取るだ。え、お前、お前なんなん。はい、待って待ってね、待ってね。わざわざ自分から来たね。わざわざ自分から来ましたね、このバカ猫。あ、あ、潜った。え、潜った。ルイージマンション史上こんなめんどくさいキャラクターがいただろうか。俺はもう許せん。いれお前楽しそうだな。おお、びっくりした。なんだ、鼻くそじゃない、鼻くそではないな。え、おい、ははは、ちょこんって触っただけやん今の。おお、お、ミミックになった。お、気持ち悪っ。もうあいつは許せません。僕はもうね、もう猫好きだけど、もう、ああ！お前ら当たり前のようにさ、エレベーターから出てくんのやめてくんない？普通にビビったわ、今。バキが懐中電灯持ってんじゃないよ、お前。なんで弱点を自分から持ってんだよ。グリーンフロアね。お邪魔します。で、どこにいる？あ、このタンスとかめっちゃ怪しいよ。ほら、いた。おい、バケ猫待てや。結局はお前化けるんだからいいでしょって。来たー。しょうがねえな。チキンレースか。ほら来いよ、来いよ、おら、あーい、勝利。うらー、逃げんなよ、おい。ぶち殺す。おい、化け猫よ、そろそろかくれんぼも終わりにしようぜ、そろそろ。俺はもうね、同じフロアを行ったり来たりしたくねえんだ。ジジイ、教えて。え、ここにいなかったらもう俺は切れます。わっ、え、なに、え、なに今の、なにこれ、キモえ、ちょ、キモいんだけど、本当にはいとおい、全然隠しきれてないよ。お、来た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 。お、かわいいな。ちょっとかわいいわ。うわぁ、こう見るとちょっとかわいいな。おいおい俺見て頼むから。おいおい、見えてない？なに、お前から俺は見えてないの？おいバカでしょ、ただのただのバカですね。はいはいはい、もう逃げても無駄だよ、お前もう。お、ほいと。まあ、やっぱね、猫といえども、やっぱ知能はね、やっぱ犬よりかは下ってことですよ、皆さん。やっぱお化けの方があいつ頭いいからな。ん、おいえ。あ、よかった、出てこなかった。あ、でももう、あと少しだね。1、2、3、4、5、6、7。あと7個か。多いな。めっちゃ震えてんじゃん。おお、おお、博物館だ。あ、でもなんかホテルに博物館って、なんか考え方が斬新だね。なんか結構、なんか実際にあったら行ってみたいかもね、俺。これあからさまに1個足んないでしょ。ほらな、明らかに1個足んねえじゃん。これなんだろう、恐竜の卵的な。割れちゃったけど、僕は見逃さないんだよね、こういうの。おお、これは男心、これは男心くすぐられるわ。これかっこいいな。これシンプルにかっこいいな。うおっしゃー、めちゃめちゃ大事な資料的なものも吸っちゃったけど大丈夫かな。まあ大丈夫でしょ。植物は全部吸うから。じゃあ環境破壊は気持ちいいぞ。おい、めっちゃ荒らしちゃったね。なんか申し訳ないわトリケラトプスの口から札が出てくるってすごいな、この博物館。
せーの、よいしょ。おお、雷タイミングバッチリだ。ティラノサウルスじゃないこれ。見えない見えない。え一瞬にしてポーズ変えたけど、また変わるか。すげえ。ここすごいかも。これすごいね。あ、ここは何、あの化石専門なんだ。ここのフロア、ここの部屋は化石なんだ。すごいね。これは行ってみたいな俺現実で。なんかティラノサウルスの右になんかすごい見覚えある絵あるけど、あれは芸術じゃないね。何してんのお前。お前は何をしてるんだ。しょうがねえな、助けてやるよキノコ。まあ普通には助けられねえよな。え、いや、まあ知ってたけど。うわめっちゃ近っ。もういよいよお化けでもなんでもないやつがボスなんだけど。いやいやいや、うわ、あいよ噛みちぎっても。あ、終わった終わった、もう噛みちぎられた。もう噛みちぎんないんだ。臭い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 。もうお化けでもなんでもないよこれ。すごいテンション高いなこのティラノサウルス。うわなんだ、あぶねえ。あ、ん、お、食った食った。あ、食ってないな。ん、食えてない。あ、あ、噛み砕いた。ん、わかった、あい、ひらめいた。近代一少年ばりのひらめきが来ました今。で、こう噛ませます。で、こいつ上向くんだよ。上向いたらこの胸骨に圧迫するんですよこうやって。胸骨にストライクショットする。ああ、お前歴史ある作品を。おい、やめろお前。その柱結構壊したらまずくない？はい、ルイージです。え？お前天才か？小山、お前天才か？ごめんルイージ、マジで。うわ、めっちゃグロいことになってんじゃん。本当に復活すんのあれ。めちゃめちゃ R18 並みのグロいことになってるけど。なんだ？なんだ？ついにで、こっちまで来るか。あー、やばい。あー、唯一の卵も壊された。あー、終わった、もう。あー、もう終わった、無理だ。もう勝てる相手じゃねえこれ。あー、くっさ。わー、歴史ある作品がどんどん壊されていく。ダメだ、待て待て待て。おー、やめろ、もう化石壊すなよ。あー、ケツケツ、危なか危な危な。もう歴史もクソもねえな。はい、隙を見せたな。お、いや、もう壊れるでしょ、もう。あー、壊れたね。あー、もったいない。これ売ればいくらになったんだかな、本当に。お、え、あ、結局お化けなの。ドンキーコングの上位互換が出てきたね。はいはい、もう化石ないからもう。そのな、何の、そこどこの骨だよそれ。あ、くさーい、甘いねそれ。それが唯一の甘さだわお前の。その骨でも隠せないでしょ。痛いな。お前はね、かなり重罪を犯したよ。この歴史ある、歴史ある代物をね、こんなに壊したからね。ただでは済まさんぞお前。環境破壊は気持ちいいぞおい。歴史の代物をもてあそんだ罪、掃除機の中で償え。環境破壊は気持ちいいぞおい。お、出てき方よお前。お、青色か。そんなコロコロ、おお、すごいよく持ってるねボタン。あ、ボス、それよこせよこせよこせ。お、めっちゃ伸縮性抜群だねそのキノコ。いいから早くボタンよこせよ。ルイージももうボタンにしか興味ないね。はい、ナイス。何回？あ？B に地下か。歩幅明らかにルイージが勝ってんのに、スピード同等なスピードで走ってくるからね。すごいよね。これさ、グイージが掴んだままほったらかしにしたらどうなるんだろう。え、グイージ見えないとこまでは無理か。ああ、さすがに無理か。いや、グイージまだ。あ、こっち来た。おうおうおう、キノピオは？あ、来てるな、こっち。ずいぶん陰を攻めて走ってるな。鼻踏むなよ、お前。これはキノピオで割るんじゃない？絶対そうだよ。ほら、かなり痛くない。行ってこい。バイバイ。バイバイ。お前、ベースラボの回教えてないけど大丈夫かな？B1 回ってわかるかな？
あ、飼い主お前か。道理でね、性根が腐ってるわけだろ、あの猫も。だから全画面ルイージで見なくてもいいと思うんだけどね、俺。唐突ですが、皆さんは心霊写真というものをご存知でしょうか。心霊写真というのは、別に写真に写り込むつもりじゃなかったけど、なんか写り込んじゃった系の幽霊のことを言うんじゃないんでしょうかね。私もいまいちよくわかっておりませんが、そこは本題ではないので無視しましょう。そんな不可思議的存在である心霊写真を今回私頑張って拾ってきました。20分くらい探しました。それでは、ご覧いただこう。とあるお城の庭で撮られた何気ない集合写真。楽しそうな風景とは裏腹に、とんでもないものが映り込んでしまったのです。紫色の男性の口の中に注目していただきたい。かわいい。はい、皆さん。今回もね、ルイージマンションやっていくんだけど、俺昔の動画見返しててさ、めちゃめちゃ静かなんだよ。すごい静かに実況してんの。こういううるさいのはやっぱ良くないなと思ってきたんですよ、最近ね。だからちょっと昔みたいに丁寧に実況して いこうかなと、皆さんの耳に優しい声でね、今回から思っている次第なんですけど。それではルイージマンション3やっていきたいと思います。前回はですね、ミュージアムフロアで化石と戦って B2 のエレベーターボタンを手に入れたんですけど、あ、無理、もう無理。こういうね、なんかすかした声で喋るの無理だわ。いつも通り行くわ。ないわ。てなわけで B2、 こんなクソつまらない茶番にね、付き合ってもらって本当にありがとうございます。 B2 はね、確か何だったかな、メンテナンスフロア。明らかにルイージが立ち入っちゃいけないフロアなんだよね。本来ここ来る意味が分かんないんだけど、上のフロアに行くにはなんかメンテナンスしないと。うわー、やばいやばいやばい。新種のコウモリだ。死ね死ね。立ってっと、じゃあメンテナンスフロア、せっかく、あ、ムービーだ。早いな。え、なかったじゃん、そんな後ろにそれ。あー、でもなんかすごいメンテナンスフロアにいそうな顔してるね。もうメンテナンスするだけに生まれてきた人みたい。あ、死んでるか。すごい失礼なこと言っちゃった。おーおーおー、すごい俺並みに細いな腕。あ、ずいぶんいい位置に立ってる。あー、水か、よかった。物価水素さん出てくるかと思った。とりあえずあいつに恨みはないけど、あの、水かけられたんでちょっとすいません。なんだなんだなんだ、普通のお化けかい。お前らはもういいわ。お前らもね、恨みという恨みはないけど、ちょっとしつこいから吸うわ。あ、納豆だ。納豆どもが出たぞ。ははは、こいつらが一番しょぼいな。量産型が多いんですよ、非常に申し訳ないけど。これはあれか、これをいじることによって水を操作できる的なあれか。いけいけいけ、行こう行こう行こう。危ないな。鼻先絶対濡れてるだろそれ。よし、行ってこーい。ボタン押すのかな。え、なんだこれ。やっぱ、あ、ストロボか。いや、マジでさ、ここのさ、ホテルさ、ストロボ式多いよね。ストロボで開くシステム。これストロボなかったらさ、一生開けられないよな、この扉。あ、ネズミ、マウス、金。これあれか、グーイージさんを使う感じ。謎解きが多いね、非常に。はい、ストップ。オッケー。いやー、マジグイージなかったらこのゲーム積んでるわ。あ、ムービー来た。おい、痛い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 。クソガキが。すごい若そうだよね。え、なんか幼い子供に見える。すごいね。何してる？え？何をしとんの、お前。お前ずいぶんあれだな。見た目によらず、やってることは下水な。おい、え、待って、水に落ちたんじゃないこれ。え、あ、落ちた、ほら。え、おばけん、お前水の上歩けんのかよ、お前。お、おばけん、ありがとう。お前こういう土壇場しか現れねえよな。濡れるんだ、しかもちゃんと。ルイージ君、えらい目にあったの。ちなみにオバキュームは防水加工じゃから壊れませんぞ。やつがあのスイッチで排水を制御したせいで道が遮られてしまったわい。じゃがこのまま水路をたどっていけばスイッチの場所にたどり着けるんじゃないかの。ルイージ君、排水を元に戻してやってやつを追いかけるぞい。なんだあれ、なんで浮き輪があんの、メンテナンスフロアに。明らかに、あ、やっちまったか、ついに。やっちまったか。え、
うん。あ、コーヒーね。俺コーヒー飲めないんだよな。ごめんなみんな。いやごめんなっつが、みんなは別に悪くねえ。俺の味覚がガキなだけだ。ははは、なんだこれ。ルイージ遊んでる場合じゃねえぞお前。ルイージへしてないこれ。見てください、このルイージのへ。これ隠れてますけど、すごい屁ですよこれ。何をすればいいフロアなのか。あーはいはいはい、そういうことね。あざすあざす。あ、これでこれはこういうことね。うわ、あ、そういうことね。ピラニアもいんの。なんでもありだねここ。いい連携プレーだわ今回も。グイージとルイージの息の合ったコンビネーションよ。で、なんであのトゲ。これやばくない？ちょっと やばいよやばいよ。ここに入るとこあるじゃん俺。俺の目は節穴か。節穴だわ。あ、出てきた。音色。早く急げ。ルイージ死ぬって早く。さっき死んだからね。パーンつって。オッケー。うおー、急に加速した。危ない。うえ。もろ火薬を食らっちまったよ。痛かったわ。これは絶対やんなきゃダメなやつだよね。これ。ああ、そういうことね。お互い協力していく感じね。はい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 。あ、余裕ですね余裕。あれ？なんだ？標識があるぞこれ。ちょっと待ってくださいよ。早く。ナイス。え、待って、サメおるやん。こうやって避けんの？俺のこのあの水上テクを利用して。はーい、バカが。女性お化けはあれだな、スペック。え、なんで入ってくんの？そこ入ってくんなよ。お、ムービーだ。ムービーがあるということは、あのクソガキが出てこない。あ、なんだなんだ。うん、これはお化け。あ、久々り、久々りですね。なんで久々りって。さて今度は何をするんだ。なるほどね、そういうことか。これ踏切みたいな感じか。これで連結いじれみたいな、そういう感じか。ってことはどうだ。はいと。アイビンゴで、あ、水を抜くのね結局。あ、俺目的が分かんなかったわ普通に。論外だな普通に目的が。お、かわいい。水を抜くと。グッジョーブ。いいね、やるやん。やるやん、褒めといてやるわ。で、あの上にいんのか、あいつ金庫的な。入っていいのかな。うお、すげえ。開いた開いた。いやだよな、重そうだもんな、かなりかなり重そうで。それ普通にさ、片腕でバゴン開けたら俺爆笑してたよ今。ボス戦だボス戦。いや、なんだこの明らかにボスステージ的な。かぁ、いるよいるよいるよ。寝てるよ。な、またかよお前、本当にいい加減にしろよ。二度もチャンス逃してんじゃん。あ、ほらな、都合よくあるもんこういうのが。ステージのさ、なんか構造的にね、もう明らかにボス戦なんだよな。おお、すげえ、水で戦うってか。まあいいハンデ戦だよな、いいハンデ戦だよお前。これでさ、水お前は受けるからいらねえだろそれ。明らかに不利でしょそれお前。何自分からペナルティつけてんの。くそ、いって。めっちゃ強えじゃん。え、何固まっちゃったけど。どうしたルイージ。ちょっと楽しんでるでしょちょっと。あ、ほら。ちょ、舐め腐ってっからなあいつ。ちょっと一発懲らしめねえとダメだわ。ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと危ないよね。ちょっと離れよう。一回前話で、一回前話で。何してんのこいつ。浮き輪に乗ってたのが運の尽きだな。もう来たでしょこれは。来た。この爆弾使うのか。何を使えばいいんだ。だって俺も上に上がりたい。痛え。さて、さっきのね、いろいろその他もろもろいろいろ食らったんで、ちょっとつけをね、つけが溜まってますよお化けさん。ルイージここで待ってて。ちょっと遠くに行った時用のためにルイージ下ろしとこうか。急げ。ゼラチン、お前ここでしか活躍できねえぞお前。急げ、寝てっから。よしはい、頭使いましたよルイージも。はい、お疲れー。そうでもないかもね。案外ここのお化けたちってさ、案外罪がないよね。最初のメイドとかさ、料理人もいたけどさ、
なんかここにいるお化けってほとんど罪ないよね。ただしこの仕事をしてただけなのに、なんかガヤがね、ガヤであるルイージがなんか一方的に吸い込んでるよね。って見るとなんかいい笑顔やん。じゃあとりあえずボタンに入れよう。あ、ついに2桁回行きましたね。10回さあ次は何だろうね。ホテルとして飯屋も出たし、なんだろうね次。気になるね。デザートフロア。え、甘いんかね絶対そのデザートじゃないと思うけど、ちょっと行ってみていい？ちょっと想像できないからその開け方前にも見たわ。なんだろうなんだこれなんだこれよ。え、なにこれ。ちょっとちょこっと見ていい？ちょこっと。ああ、え、なに、ああ悪を迎える施設じゃねえだろこれ。唐突ですが皆様に謝らなければいけないことがあります。私はとある重大なミスを犯してしまったのです。ことの顛末を説明しますと、とある日曜日の朝、その日は晴天ですごく気分が良かったのを覚えています。そして私はいつものように動画の編集をしていたのです。その日はルイージマンションさんのデザートフロアの動画を編集していました。動画編集を始めて数時間後、私はとてつもなくうんこがしたくなったので大急ぎでトイレに駆け込みました。その時です。うんこしたら動画のデータがぶっ飛びました。そういえばさ、スタジオフロアにいたさ、監督いるじゃん。あいつ今何やってんだろうな。まだ作ってんのかな。さすがにもう編集終わってるでしょ。おはは、ついに、ついに、私のアートが完成した。手に汗握るアクション、揺れ動く感情、そしてサスペンス、その全てがここに。じゃあその目に焼き付けるがいい。真のアートと呼ぶべき作品の誕生だ。さてじゃあそのアートというやつを見ましょうか。お、来た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 、始まった。え、マジで見れんの？あ、すげえ、ガチで見れるよ。見よう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 。主役ルイージだからな。初だよ、こんな映画でルイージが主役になるの。まあ、兄さんより先越しちゃったっていうね、ちょっとね、テヘペロ的な感じだけど、まあ、劣ってもいいでしょうね。そういう感じで主役取っても。おお、これ知ってる、ここの部分知ってる。ここだけ見るとなんかこいつが悪役に見えちゃうけど。おお、なんでこれエフェクトこんな灰色なんだろう。過去に起きた、感じに見えるよね。なんかこういう灰色がかかってると、こういうフィルターがね。どこで撮ったこれ。おーおーおー、あれ俺こんな戦い方だったっけ。覚えてないわ。ぶっさ。おお、サスペンスではないよね。の前にちょっとテレサいるらしいから、ちょっとテレサ探すか。ほら僕はテレサ、人気者はどこにいても見つかってしまうのさ。うん、うぜ。なんだっけ、次マジックフロアだったかな。来た、もう11階ですよ皆さん。もう11ですよ。なんか早速いるぞ。早速、あ、おお、なんかなんだろうね、あの千と千尋の神隠しのあの湯婆婆の部屋っぽいって言おうとしたら、三姉妹がいるぞちょっとかわいくはないな。湯婆婆のさ、なんか連れて行かれる時のね、部屋に似てない。あのシーンめっちゃ好きだわ。湯婆婆に引っ張られる、あれ、あのシーン好きで俺千と千尋見続けてるもん。いやーすごいな、湯婆婆絶対いるべ。絶対湯婆婆いるよ。お邪魔します。おら、もうなんかすごい、え、中入りたいわ。あー、いるよ。わっ、え、今食らってたでしょ。この剣は刺さるだろう、さすがに。だってもう直でここで回してんだからさ、まあ、一本も刺さらずね、奇跡的なエンドを迎えたんで、まあいいでしょう。もうマジで、わあ、え、あー、いや、引っ張れんのこれ。中人いないよね。あー、ダメだよこれどうする、この中にマリオ兄さんいたら。あー、全然お化けたちだったわあ、ムービーだ。あー、なんだこれ、よくあるあれかその状態で普通に生活しないで。あ、なんかすごい顔似てるな、すごい。あー、戻った戻った。え、待って、あ
れこれちょやばないこれ積んだんじゃない。あー戻った、よかった。なんなんだこれ、どっちかに統一しろよこれ家具よ。右だったり左だったり上だったり下だったり、なんだ、なになになに、何のカウント、ダークライト、あーやっぱりな、待てや、よし、なんで、いやこれで結局金は入ってるの、あ鍵か、あーいや、やっぱこの世界線の鍵でかすぎだろ。鍵穴入んないでしょ、そんな。お、来た！あ、出てきた、出てきた。もうそこからさ、動かないでほしいな。俺がさっさと処分してあげるから。手品の三姉妹なのになんか何も手品してくれないね。あ！まあ、扉あるなね、差し付いたわ。ここは？いやいやいや、もうこれジグソーじゃん！喉にシャーペンぶっ刺して空気の通り道作るやつやないかい！鍵あるよ。お、取れんの？絶対取れない、絶対取れない。ほら、あーこれあれか、思春期のお尻子玉か。あ、やばいよ。おお、ちっちゃくなった。え、すげえ、生き物にもなれるんだ。いや今さ、見つめ合った時間にストロボパーン出ればさ、勝ったじゃん。邪魔だよ豚。オッケー、お邪魔します。うわ、明らかにマジックするよこれ。マジック見れるか、俺マジックみたい、なんか、え、なんかこれ変じゃない、え、俺だけなんか変だよね、なんか変だよ、ほら、あ、やっぱ鏡か。あいつらどこ行った、マジで。マジックフローだから一回見たいよな、マジック。うわー、なんだ、え、うわ、びっくりした。ちょっとルイージ今瞬間移動してよ、臭そう。またな、今回お前ら多いな。え、何、あ、これ被ってると、あ、全然襲ってくるわ。襲ってこないの、あ、え、なに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 、ちょっとわかんないわかんないわかんない、なんでなんで。なんかラッキーだなこれ。うわー、なんか明らかにボスステージ、明らかになんか戦うフロアじゃないこれ。こっちか、あ、やべえ、こいつらの控室に入ってしまった。うわー、なんか右のやつちょっとかわいい。おお。あ、え、え、すげえ、そんな汚くないから。いやー、マジック見れたね。満足だ。もう帰ろうかな。この世にね、魔法なんて言葉はないから、あのマジックにも、何かしらの種が、なんで？部屋が変わってるぞ。これもね、何かしらの種があるんですよ。多分ね、これ当てますよ、俺。なぜ、さっきと部屋が変わっているか。完全に魔法の力。お前らも大変だね、本当に。あいつらのためにこうやって、あれでしょ？パウダネスコナーのせいでこうやって俺に座れまくってんでしょ？こいつらはパウダネスコナーのあれなんですよ。下僕と言っても過言ではない存在なんで、人間魚雷的なポジションで僕にタックルしてきてるんですよ。そういうやつを吸うのもね、俺もね、だいぶ罪悪感というものはあるんですよ。うわぁ！びっくりした。セアカゴケグモでしたね。あははは、もういつになったら着くんだ？お！いつショータイム？よっしゃ、殺戮パーティーだ。そういえばこっち側行ってね。じゃあこっちが正解か。はい、来た！やっぱりここがボス部屋だったんだね。ほら、やっぱり。明らかにね、なんか戦う部屋ってさ、こうやってなんか周り平地になってんだよ。うわ、主役のライトだ。嬉しいな。お、やっぱここで三姉妹か。やっぱり右のやつちょっと可愛いな。え？うわ、なんだこれ。あ、びっくりした。さて、どうするか。今回はお化けが3人もいるからな。めんどくさいな。あ、いいね、いいね、いいね。こういう感じか。あ、これ1体ずつ仕留めていく感じか。はい、お疲れ。あ、びっくりした。代わりを作るのかと思った。ほら、これラブレター。これラブレター。え、これラブレター。で、こうして、痛え！なんか勢いの強すぎるラブレター。わかんないよ、わかんないよ。わかんないよこれ。3分の1か、これ来るから。あ、来ないの。3分の1だよ、3分の1だよ。おー、イエス、マドマザー。近づいてきたら、近づいてきたらだよ、近づいてきたらだよ。よし、来て来て来て。はい、わかるよわかるよ、これでこれでこれでしょ。はい、まあ今のは全部冗談で、こっから本番ですよ。もう俺、はい、もう確実にこれ俺首かけれるわこれ。あれ、え、これだよな、もう完全にこいつでしょ。ほらー、
掃除機の中でマジックしててくれ、頼むから。グイージに見せて、見せといて。あ、やったー、瀕死だったマジで。おいえ、たらー。いやー、12階、やっと12階か。なんで大月乗り移ってんじゃないの。うん、挿入パーフェクト。あと3つだよボタン。あと3つか。やっとここまで来た。判決が見えてきましたよ皆さん。判決すんのかね。いやもうさせるでしょここまで来たら。次はなんだ。ビーチレストランフロア。レストランだよ、ビーチレストランだよ。12階だよしかも。ただいま。あれ、あれ赤いキノピオいなくね。失踪した。皆さん前回はですねマジックフロアで3姉妹のマジックを見たわけですけども、いやー実につまんなかった。本当面白かったよねあれ、もう一回見たいわ。さて確かね12階かビーチレストランフロア。おお来た、ムービーは毎回飛ばさんよ。来ましたね12階か。いよいよ高くなってきたね。おお、これこれこれを待ってたんだわ。ホテルっぽい、ホテルっぽい。いやこういう回を待ってたんだよ。なんかマジックフロアとかさ、キャッスルフロアとかさ、そういうのでグリーンフロアとか、そういうさなんか非現実的なホテルの回じゃなくて本当にありそうなホテルの回を待ってた。見てみこのおしゃれな噴水ではないな。レストランだからちょっとご飯食べたいね。ね、うわー受付もぽいわ、ぽいぽい。これ回せない？はい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 、ダリンは回せるよね大体。で金と定番だな。もうどんなとこに隠してんだよ。うわっ、いや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 、ここまで来る？ディズニーももうお手上げだよこれ。はぁ負けちゃったっつって感動が隠しきれんわ。根っからの海賊ファン、なんだ。かぁ来たよ来たよ。この楽しい雰囲気を壊してくれるね。うわっ、ドアップきつ。まったく、どうしてこんなところに船なんかあるんじゃ。さてはお化けの奴らの仕業じゃな。そういう装飾だと思うんですけどね。ビーチレストランフロアなんだから。ここ頭固いよなこいつ。ところでルイージ君、すまんがすぐにベースラボに戻ってきてくれんか。え、いいから早く来いよ。はあ、いきなり呼びつけておいて雰囲気台無しにした挙句叩き戻されるの俺。人を顎で指図しやがって。え、キノピオくんが一人いないだって。どうなんじゃトラブルとは。そのことなんじゃ。やっちったか青山さん、ついに。わかるよわかるけど、そこはやっぱり人としてのモラルで葛藤しなかったのか。いくらお腹が空いてるからってキノピオは食べちゃダメだろ。全然違った。実はわし、オバキュームをもっとパワーアップするために改造を思いついちゃった。第六感が来ちゃった。そこで改造のために必要なパーツをすぐにキノピオくんに探しに行かせた。自分で行けよ。人顎で使うやつだなこいつ。じゃがね、ルイージくん、まずはこれを見てくれ。キノピオくんに持たせたライブカメラの映像。ライブカメラなんか持たせたの。なんでそんなテンション高いの。トラブル起きてるのに。おお、お前マジで行かせたの。あ、ははは、いやまあ出てくるでしょう。待って、小山キノピオに何もライブカメラしか持たせなかったの。鬼じゃん。いやなん、ドアノブ、ドアノブの意味、せば開くのこの扉。おお、すごいすごい。おい、ああ追い打ち追い打ち。いいかねルイージ君、この映像を手がかりにしてホテルのどこかにいるキノピオくんを見つけるんじゃ。明らかにメンテナンスフロアだな。そしてキノピオくんのことよりも何よりも私のためにパワーアップアイテムパーツを持ち帰ってかい。このハゲ本当に救いようがないですね。キノピオよりも何よりもっつったからね。2回押したからね。パスだな。Ah!
まあ大体メンテナンスフロアもね、大体マップは覚えてるんで。いや何今度はなあ、あ普通のお化けね。あーよかったよかった、感覚が麻痺してきてるね。はいはい、うまし。腹減ったよキノピオ、お前が食いて。でここのはず、ここでライブカメラをぶっ壊したはずだから、うん、ないしライブカメラないし。あやめろ、死にたくない、死にたくない。起きろタコ。怖かったね、怖かったねキノピオ。あんな玉ねぎにコキ使われてな。正直な話言うと、ちょキノピオ邪魔なんだよな、ちょっと使えないんだよなこいつ。あれ使える？あ、何？え？あ、お前が喋ってんの？お前喋るんだ。お前喋るんだね。今までずっと無口だったくせに。うわ、待って待って待って見て。かわいい。あーかわいい。大丈夫？大丈夫か？ちょっと待って。助ける助ける。あー！あ、来た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 。これ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 。これを待ってたんだよね。これキノコ。おお、来た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 。すげえ。よし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 、ラッキーラッキーラッキー。じゃあ戻るか、ベースラボに。おい、なんかいるぞ。待ったわい、出口を塞がれてしまったな。別の道？そんなんないよ。これ多分キノピオ大先生の。なあ！なんか残飯がいたような気がしたけど、まあ気のせいだね。俺の幻覚です。じゃあ行きましょう行きましょう。なあ！お、どうした？あ、思い出しました。ユージさん、こっちでしょ。この先進めば続きあるよ。あいつに名前進んでいかず。なるほど、キノピオ、なんて滑舌の悪さ。大はい、早くしろ早くしろ。オッケー、これで開くと。いや長かった長かったって。お、キノピオどうした？到着。うわー、すげえ、一気に来たよエレベーター絶対落下したでしょ。なんでだ、下がりましょう。うわ、びっくりした瞬間移動しすぎじゃない？さっきからびっくりした今。だから瞬間移動すんなって。おい、なんだ BGM がおかしいよBGM がやる気満々なんだけど。あーもうまたかよ。あいやー、キノピオー、あーあーあー、連れてかれた。キノピオがさらわれちった。でどうすんのこれ。オバキューム本体よりでかいけど。あ、なんだ、あ、その中身が必要だったの。それ以外はゴミなんだ。どれどれ、大人目拝見といくか。毎回椅子の回るときさ、すごい振りほどされそうだよね。振り下ろされそう。あ、企業秘密なんだね、見せてくれなかった。吸い込み力を爆発的にアップできる機能を加えた。おお、ハイパーバキュームを使うには特別なコンセントにつながる。ああ、まあそりゃそっか。小山博士のさ、そう、この椅子の振り向き方見てて。ははは。ただいま。戻ってきたよ。さあ、こっからが本題だからね。今までの全部なんなんていう茶番ばっかだったから。コンセントってこれ？お、俺の想像してたコンセントと全然違う。うわぁ！え？すげえすげえすげえ！おい、え？コンセント刺してないよ。おぉ、すげえ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 ！おぉ、ははははは、すごいぞこれ。え、いいのこれ。いやいや、やりすぎでしょこれ。気持ちいい気持ちいいわ。おぉ、おい、やりすぎだお前ルイージ、ははははは。ルイージさん、やりすぎでしょ。ははは、いや、明らかにやりすぎでしょ、これ。ボッコボコじゃん。とりあえず、レストラン行きましょう。え？全然レストランじゃない。うわぁ、ディズニーでありそう。もうずっとそれしか言ってないけど。マスター、いつもの。ヘイ、パエリア行っちゃう。ありがとう、マスター。僕の愚痴を。少し聞いてもらえるかい、マスター。はいよ、ちょっとだけならね。聞いてくれるか、マスター。僕の愚痴聞いてくれるんだね。じゃあ早速愚痴の本題なんだけど、ルイージより活躍しすぎてちょっと困ってるんですよね。じゃあちょっと行く。多分もうボス戦なんじゃないのこれ。うわーすごいすごい。うわ
夜空じゃないのが残念ってくらい残念だ。ほれ、おお、これ鳴らしちゃダメだった？やっちゃったっけ？おや、そうでもないか。誰か乗ってんのかね。おお、来た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 よ。ダッセー選手のこれダッセー。おお、うわ、ピーターパンだ。ピーターパン、フック船長っぽいよこの船。うわ、色もぽい。フック船長の船、フック船長こんな感じだったよ。どれどれ、じゃあレストラン行きますか。お、すげえ。いや、船で飯とか憧れるよね。こういう海賊船での船の飯はね。何、どうしたどうした。やったーとかいう感情はないの。え、ああ、上手だ。かっこ死体。かっこ幽霊だ。え、おおお、え、わ、船とドッキングした。呪われ退治でもなんかこういう乗り移るタイプいたわ。はいはい、そういうサポートいらないからお前ら。いや、待って待って、分かったぞ。これ爆弾食わせんじゃない。食えって、ほら。よしよし、うまい。はい、食べろって。よしよしよし、危ない危ない危ない。よしよしよし。大丈夫か、無理すんなよ。パンにはかなわねえぞお前。あ、来た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 。よえー、てか今作すごいね、サメのお化けとかいるんだ。来た来た、はい、よく噛めよ。オッケーオッケー。おお、なんだここ、なんだ、今回切れるねボスが。あ、え、なんだなんだ。うわ、おいしょいしょい、どこい。うわははは、キモ。ルイージ面白いな、驚き方が。おい、はい、そのサメさんを退治します。はい、雑魚。はい、今回はサメってのが面白かったな。やったね、この調子で完結が目に見えてます。おお、おばけん、お前自由すぎ。ちょっとはたまに一緒に行こうぜ。お、優しい、助けてあげよう。何色だっけ、赤、黄色か。あ、黄色だ。ははは、しっこが破壊されたぞ今。さて、じゃあこいつをエレベーターまで案内する感じか。海の彼方に発射したらどうなるんだろう。 See you。 あーはははは、キノピオちょっと邪魔だな。ちょっとあっちで待ってて、ちょっと、あ、大丈夫。え、今どこに立ってたお前。だから絶対そうだよな。ちょっと、ま、もう一回見てて、みんな開けるじゃん。で、右側スペース開けてんのにね、わざわざ左側から無理やり出てくんだよ。はい、バイバイ。案の定ね、小山博士のいる会は知ってるっていうね、言わなくていいっていう。お、パウダーのエスコーナー。頭すごいな、本当に。セット大変でしょ。お、あ、キンテルだ。久々に見たね、キンテル。おお、でかいな、こう見ると。でかっ。これキングテレサどこ見てんだろうね。これはこれは、キングテレサ様、ちょっとした手違いがございましてですね。はい、でもご安全ください。ルイージは間もなく捕まえてみせますので、今しばらくお時間をね、ちょっと30分くらいください。それから5分なさってほしいのは。呆れちゃってますね、キンテレも。お、マリオ&ピーチが選別中。うわ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 、机はすり抜けんのに、机の上に乗ってた家具はすり抜けなかったんだ。皆さん、こんにちは。私はドラニシというものです。今回はベースラボからのスタートとさせていただきます。なぜ今回こんなに落ち着いているかというと、シンプルに眠い。マジで眠い。おやすみなさい。というわけでね、今撮影してる時間がなんとです、なんとですよ、AM3。 おやすみなさい。
このシリーズもういい加減早く完結させないとやばい。発売して半年以上経っているのにまだ完結してない実況者なんてもうめったにいないと思うぞ。今回ジムフロア、最近ね肉つけたいなーと思ってて、肉つけたいなーと思ってたけど肉がないわ。僕ね細いんですよ。とにかく早いな。ちょっと雑談させろよ。13回だよ。 B1 から13回もうちょい時間かかるでしょ。雑談したかったわ。最初エレベーターの鏡でルイージが見えるのがちょっと可愛い。うお、何この超オシャンティーなジム。ジムに噴水とか聞いたことあります？皆さん。ああ、俺ジムとか行ったことないからな。これはもしかしたら電話があるぞ。これ板電下べあ。なんか反応してあげろルイージ。ゴミ箱にコインを捨てるやつはダメだよね。うわっ、なんで。ハローエブリバディ、ドラニシです。トレーニングルームにぴったりの音楽を3チャンネルでお送りします。ではどうぞ。うわー、ジムっぽい。このタオルとマット、これがなんかまたジム感をねすごい醸し出してる。つっても俺ジム行ったことないんだよね。エレベーターでしたかった雑談っていうのがですね、皆さん、俺すごい細いのよ。俺のね身長と体重は比例しないんですよ全然。俺の身長ね177センチなの。体重なんですよ問題は。身長と釣り合ってるのかっていうね。僕の体重なんと55キロ。え、骨ですか、ここか。あ、プールだ。嘘だろ、そのタオル溶かせないのお前。こんな貧弱だったっけルイージって。窓から覗け的な、どっこいしょっつって。ああ、やっぱり。うおっ、おおお、お前何やってんの。前だったんださっきの子。わ、危ない危ない。うわとりあえず行きましょうジムを。わくさそう。よーし、オッケー。こいつらとやり合うの。待って、さすがにこれプロボクサーでしょ。今までのドッスンとはわけが違うでしょ。うん、一緒。この世界戦ではお化けは絶対掃除機には勝てない。そうなってんだよ。ルームランナーだ。スタミナには自信ありますよ。任しとけい。お、走る。あれ。いや、こんな、うん、おー、びっくりした。なんで取らせに来てるじゃんこれ。本気一本の姉ちゃん出てこ、どうだ。顔面にもろ金食らったな。あ、え、それあり、そんなのずるじゃんこれ。あり。おー、なんだ、鍵が必要だったの。お邪魔します。うわ、ヨガか。なんだ、ヨガをしろと。こうか。あ、来た。おお、ハロー。うわ、高っ。さすが12階だけというだけはある。即死じゃないこれ、12だから。ロバーカイジのブレイブメンロードより高いですからね皆さん。ちょっと空中歩いたんだけどあいつ。落ち際やられた。キングテレさんに落ち際やられちゃったよ。じゃあ次行きますか。なあ、やっぱり気にしないでください皆さん。増強は速やかに排除。うわー、むさ苦しい男衆がパナイっすわ。なになになに、うわー、ちょっと食らってんの。さて、増強も終わったことですし、あ、もうボス戦じゃない、早いな。まあジムだからな。まあさっさと倒そうね。ロイロイロー。お、なななんつった今。うわー、びっくりした。配球かと思った。はいはい、隠れてね。怖い怖い怖い。うわ、何なんだこいつ。60、めっちゃ弱いじゃん。何その独特なリズム。ははは。お化け。いやいや、なんかしてよ。こいつの水はそんな痛くないからいいんだけどさ。これ、あ、来た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 。雑魚。その腹筋は何なん。あ、あ、そのまま下水とともにどっか遥か彼方に行ってくれないかな。下水処理場まで行ってくれないかな。ああ、回るね。お、お、詰まったね。幽霊って詰まるんだね。はい、弱いね本当に。筋肉の割にはだよな。よし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 、14ゲットだ。いやー、どんどん進んでってるよ。とりあえず次のボタンだけつけちゃおうか。よしよしよし。
お、またやばいやばいやばい。ストレスが。はい、見てよ、それ。パートなんで見てよ、それ。お、食い殺せ、食い殺せ。もういいって、この展開。久々にオバケンがね、ちゃんとついてくるのは珍しいな。頭隠して尻隠さずだぜ。うわ、え、待って、史上最強に可愛いんだけど。これ見てる、見ると柴犬飼いたくなるわ。今一瞬時止まったね。また化けるやつじゃない。うわ、なんだ、仲間呼びやがった。おいだ、鬼ごっこは終わりにしましょうね。あー、臭い臭い足跡が残ってるね。臭い臭い足跡が残ってますよ。あ、おいた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 、なんちゅうとこにいんの。はいはい、うまい。はちょっと嫌な予感が。おばけん、ガチでルイージマンション2の時はさ、お前が鍵盗んだじゃん。まだそっちの方がまだ可愛かったわ。可愛い、出てこい、出てきた、バイビー。ドンバベ、こん中か。あ、いた、バカが。で、化けるぞ。うわい、やっぱグイージは無視なんだね、こいつ。全然見てくれないもん。ははは、隣見ろよ。さ、あと一回かな。ちゃっちゃと行こうね、ちゃっちゃと。もう眠いんでね。この猫退治したら俺もう寝るんで。何してんの？そうやって俺の手の届かないとこに逃げるのずるいね。うざいね。腹立つね。何が望みなんだ。ああ、まあまあ。おお、おばけん。あと追ってくれるか。どうしよう、これで一階に降りたらさ、おばけんがズタズタに食い殺してたら。マジックフロアか。え、なになになに、え、うわー、久々に来たけど湯婆婆だ。湯婆婆住んでそうだな、この部屋。頼むからもう出てきて。おにゃん、うわー、めんどくせー。あ、バレてないと思ってんのか。おい、やばい、めちゃめちゃ逃がすんだけど。あ、待って、こんなのなかったよね。中とんでもないことになってんじゃないかな。大丈夫かな。はい、ダクソが、うわ。こいつがシンプルにグイージを無視し続ける限りこの勝負一生負けないよ俺。はい。いや、もう逃がさん。よっしゃ、もう逃なくなったぞあいつが。ウェーイ、よし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 。これでもうパッピーエンドまでまっしぐらだ。よし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 、14階。おいえ、なんだ、ディスコフロア、チェケラスクラッチャ。ディスコフロアに来たんだけど、バリバリフォートナイトでしょ。お、 DJ しちゃう、スクラッチョ。うわー、チェケラッチョ。DJ スクール思い出すな。 DJ スクール俺結構好きな分類に入るから。お、パリピってるね。うわ、びっくりした。あー、なんだよ、パリピのテンション、お前らの出る幕ちゃうやろ。ザコラッチョ、パリピのグッズ、パリピってる。うわー、いらねー、これはいらない、切実にいらない。あの階段の向こうの扉の向こうからすごいただならぬ縦乗りの雰囲気が、オーラが伝わってくる。これはテンションアップアップ。あー、下がった、やめろ、死にたくない。ごめんな。ほら聞こえる、みんな、これは聞こえるでしょ。ほら、盛り上がってるよ、楽しみなんだけど。うわー、クラブじゃん。あ、スイッチだ。だよね、ただでゲットできないよな、そりゃ。今作のルイージマンションってさ、なんかガチでフォートナイトに似てんだよね、俺毎回思うんだよね。うわ、いやいや、そっち方面歩いてないよ、絶対取れないよ普通に。出てくるよ出てくるよ。
空気を読まない雑魚が来るぞ。ほらおお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 お女だ。うわえお前足な足あんの。かっこいい。おいいねいいね。消えんなよ。はい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 。サイドチェスト。はい、空気読んでないやつ一人いる。ルイージも乗ってるほら。はいはいはい。おおチェケラ。えよえうチェケチェケ。え、まあ、踊ってるやつらは増強だからな。それはな取れるわな。いやさすがにこれでなんでそっちに投げんの。そうなるやん。キャッチされるやん。おケツに隠した。ちょっときつい顔してたな。これ使うんだべ。あ違うわ、すぐ壊れるもん。やばいやばい、何も聞かないぞこれ。おーおちょっと見ちゃいけないものを見ちゃった気がする。押し寿司みたいな頭してたよ。早かったな。いやボス早ない。おーおおルイージ踊るか。一丁やる。あーうん、なんか早かったな。すぐ終わっちゃったよ。いいのこれ、もうえもう最上階じゃない。次ディスコフロアもう終わりだよね。はい、おととい来やがれ。なんだこれ、ペント弁当どっち。まあ、とりあえず行っちゃおうか。じゃあ、お、来た。おお、最上階来ましたよ皆さん。もう終わりが見えてきてますね。なんか洒落てんなこれ。 VIP が VIP クラスのあれじゃない部屋でしょこれ。キングテレサしかいないもん。おお、いた、ババアだな。気づかなかったの。少し甘く見ていたってことは、ニトリはそれにあんたがこうしてここまで来るなんて考えようによっちゃ、まあ悪い話じゃないってもんよ。それは一体どういうことですか。だってルイジ、あんたはね、この方に驚かせるまさに最高のプレゼント。それ俺倒せたらの話だべ。私の手で捕まえてお届けすれば、キングテレサ様に気に入られること間違いなしよ。そのプレゼントの方からわざわざやってきてくれたなんて、なんてありがたいことかしら。そうね、お礼にキングテレサ様にお願いして、あんたをこの絵の隣に飾ってもらうことにするわ。マリオ兄さんっつってな。あ、ルイージ、マリオ助け出したけど、あ、ここで来てちょ、途中でやられて私を学会させるんじゃないわよ。楽しみに待ってるわ。パウダーネスコナーちゃんね。さてさてさて、どう料理してやろうか。あいつ確実に俺舐め腐ってるからな。さて、これか、これを引っ張ると、あ、そういうことね。降りればいいのか。ふぅーはははは。おぉ、トリックアートか、キングテレサの。キングテレサでトリックアートって何、どういうこと。すごいな、キングテレサだらけだよ。いや、もうモデルがひどいな。もっといい顔あったでしょ、これ。なんでこんな不機嫌な時の顔のキングテレサを作ったんだろう。もうちょいいい顔あるだろう、キングテレサ。うわ、やばい、この芸術全くわかんない。誰が描いたのこれ、誰が作ったのこれ。前もいんのか。おやおや、ちょ、見覚えのある猫がいますな。あれ、俺の今ダイソンにいるよね確か。何でも作らせるね。あ、そうだよ、こういう顔、こういう顔がいいんだよ、こういう顔が。キングテレサこれ見てどう思ってるんだろう。おーおーおー、すごいねすごいね。これはまだわかるよ、まだ余震場まだわかる。これはまだわかる。まあ、これもまあギリわかるとしよう。これはキングテレサとなんかパウダーネスコナーのなんかホラーコンビっていう感じの題名で描いた絵だと俺は思うよ。まだわかるよ。これはおかしいでしょ。デートじゃん。やめて、キングテレサのキャラが来るから。キングテレサデートなんかしないから。うわ、びっくりした。お前本当によく出てくるね今作。なんかろくに強いわけでもないのに。おら、あ、なんだなんだこれ。キモいな、こう見ると。これは汚いベロの穴、何汚いな。あ、分かった。この4個鍵があるのかな多分。じゃあ、探すか。明らかにこれ扉あるな。お邪魔します。お、今頃もうそんな怖くないでしょ、ルイージ、正直。お、なんだ、あ、浴室、あ、やっぱり鍵か。え、お、びっくりした。あ、レーザーがあったの。二重で済んだ。で、どうする、ここ通れないしな。あ、グイージだ。グイージは通れるでしょ。これで、こうか。ちょっと待って。これ、キングテレサの浮き輪か。うわ。ぶっさ。お邪魔します。あー、ここは。なんだこのベッドの形。やらしいな。右と左の絵を。
パウダーがこっちで痛え。いやそれはやばいって。ちょっとグイージを取りに行かせるか。あら瞬殺だよ。はいはい、どうぞ。こういうことか。あーそういうことか。撃つなよ。撃ってこない。どうした。ああえ何それ。うわカラクリすぎ。何わけわかんない。何え、いきなりそんなん出されても。えどういうこと。あそういうことですね。バイバイビー。やだー。よっしゃよしよしよし俺の願望が叶った。よし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 。上にあのクリスタルあるけどどうしよう。取りに行くのめんどくせえ。まあいいか。おいグイージお前どこに置いてんだよ。最高だなこれ。顎すごいよ。見てくださいこの顎、このシワよ。あとこっちか。うお図書室的なあれか。うわほんとこのフロア何なんだ。パウダネスコナーの私有地、所有地かここは。なんで。いやここもあるな。グイージ行ってこい。瞬殺だやばいでしょこれは。グイージダメだな。え、アンチあんのこれ。端っこアンチ、端っこアンチじゃない。ほらほら、ここが一番簡単だった気がする。こうかな。はい、お、来た。あ今あったな。はい、これ合うでしょ。あ、来た。金。お邪魔します。おー、なんだろうここは。オフィス的な。ああちょっと待って。うわそういうあれか。あっ、あ裏面市屋敷だ。ルイージマンション2の裏面市屋敷ですよこれ。懐かしいね。だほらあれがある。名前忘れちゃったけど、あのお化けたち抑制する石、月みたいな、ダークムーンだっけ、そんなの。懐かしいですねすごい。おお、よしこうだ。絶対合ってる多分。あーほらこういうことでしょ。頭よーし。よーし4つ揃ったね。え、じゃあもうパウダネスコナー戦。じゃあ行きます。はい、でかいなこう見ると。いやーそれポケット入んないでしょサイズ的に。絶対入んないよね。絶対4つも入んないよそれ。いやまあそういう細かいことにはね、細かいこと気にしてらんないですよ。はいはいと。なんかイボみたい。いらっしゃる、ガチギレパウダネスコナーがいらっしゃる。頼もう。来た。因縁の対決だぜ。なかなかやんねえ。あんたみたいな怖がりが、まあよくここまでたどり着いたもんだ。本当に生意気だね。それどころか、私の手下を次々と、そのおかしな掃除機で吸い込んで、そして挙句の果てに、あんたは私の大切な。お化け猫まで捕まえやがって。はい、うざかったっす。おうわっ、ヤマンボだ。
いや、そんな綺麗に戻るの？ディスコフロアのボスみたいな感じだったら俺がっかりだからな。あ、すいません、勘弁してください。グイージタイムだよ。なになに、早くしろって。どうする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 。カウダネスコナーはあっちにいるから。はい、こっち行くんじゃない？あ、来た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 。うわ、バカくさ。グイージでも余裕で倒せるぞこいつ。え、どうするどうする、どっちどっちどっち、どっち回り、どっち回り、どっち回り、こっちか。ってことはこうだ。オッケー、これなら大丈夫。ほら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 、分かってる。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。全部なくなったぞ。これはやり放題でしょ。あと一発。おっしゃー、ざまみろ。パウダネスが、パウダネスってるぞ。おう、潔よし。おお、盛大なパレードだ。おお、誰が鳴らしてくれたんだろうね、今のパレード。やったね。はあ、やったパウダー殺したったべ。兄さん、久しぶり、本当に久しぶり。ルイージマンションパート1ぶりだね。積もる話もあるけど、とりあえずまず絵から出ろ。きたー。皆さん、やっとこの長いシリーズも終わり、終わりが見えてきたよ。マリオ兄さん、イエーイ、ウェイトマリオ。いやー、兄弟揃いました。ハッピーエンド。お、どうしたどうした、ルイージ。そうだよ、お前、ピーチ姫置いてきか、こいつ。お、あ、あら、知ってんね。なんで知ってんだ。この扉の向こうからは、ただならぬ気配が感じるね。感じるも何も、キングテレサしかいないでしょ、あと。ならば、何も言うまい。ルイージ君、わしはここから、君の幸運を祈るとするぞい。来いよ。部活の大会みたいになんか、うちわとか持ってさ、応援して、せめて。それだけでも、俺、気持ち上がるから、ボルテージ上がるから頼むわ。ん？なんじゃ？だ、あにゃあ、ああ、ああ、ベースラボ戻れなくなってる。え、何が起きた？キノピオたちが積もった恨みを晴らしに来たが。兄さん、わっ！脅かす必要あった今。早っ。はは、早いね。せかすね。このルイージマンション実況で見たことないですよ。お、This way じゃない。来てます来てますから、せかさんといて、せかさんといて。どこ見てるんだ、ここだ、ここ。おい、カマンカマンカマンじゃねえよ。お前の今の幅跳びのせいでなんか壊れてますけど。兄弟のこの作用、これがね、あれなんですね、やっぱ任天堂の主役を飾る身体能力ってやつですか。先進みすぎでしょ。もうちょい待ってよ兄さん。はい、うわっ、明らかにもう上がボスステージになってる。あ、あ、屋上にピーチ姫いたね今。どうした？見せるね、見せますね。俺がそれできないことをいいことに。で、さんざアピってからせかすんでしょ、そうやって。いやタッチの悪い兄貴やわ。なんでルイージだけ別ルートなんだよ、おかしいだろ。お、言葉が足りねえんじゃねえか。ニンテンドスイッチでいうね、カセット2個分の主役ゲームを俺に譲ってくれるなら、ワンチャンピーチ姫救ってあげてもいいか。来た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 、久々だね、ピーチ姫。まず俺だよな。まず俺だよな。おい、おい、おい。いいんだよ、体は。感謝、感謝、感謝の言葉。お、まあ、ただで休まねえよな。うわ、出た出た出た。やっぱ今作のキングテレサでかいね。ここまでたどり着くと、生意気だぞ、ルイージ。大人、このホテルから逃げ出してよ、まったもの。いや、マリオ助けた時は最初逃げ出そうとしたんだけどね。こんな俺様に歯向かうとは、ふざけたものにしてくれるじゃねえかよ。ああ、兄さんな、あんたな、どうとしまつけるよ。これどころか、貴様というやつ、今回のこのホテルのおバカたちを。さっきから次へと吸い込みやがってな。うわぁ、何このアングル。もうほんと頭来ちゃったから、俺も手加減してないわ。俺様が本気を出せば、こいつらをとっ捕まえるぐらいなんてことねえんだな。あ、おおおおやま、そこにいた。ああ、なすすべがない。なるがままだな。ああ、マジか。え、本当にあっという間じゃん。
いや最初からお前がやれよ。じゃあだってあとはお前らを閉じ込めればメンタルゲーム完成ってわけだ。任せて悪かったなお前たち。分かってしろよ。あもうここで察した、もう察した。オバケンが出てきた時点で察した。俺だけ助かるやつほら。オバケン出てきたら大体俺助かるもんな。オバケンが出てきて俺が助からなかったことって一回もないよな。なんだか人数足りねえな。ってなんでお前そこにいんのよ。ふざけんなよ。もう許さんわ。こんなに俺様に痛めつけられたのか。いいだろう、お望み通り。そうだよ、もう最初からこうすればよかったんだよ。15回まで持ち越さなくてよかったんだよな、キングテルサな。いやーなんか今作のキングテルサはあれですね、なんかボスっぽい。汚いな。危ない。いやこういう反射はねだいぶ慣れてるよ俺。ルイージマンションシリーズ全部やってきたからさ、バリエーションはだいたい予想つくんだよね。キングテレサってだいたい冠かベロ。いやベロは今作初めてか。ルイージマンション2ではベロ使わなかったからな。しかも長いしね、伸縮性抜群だよ。あ絶対これで何かするやつだ。ルイージマンション2でもこんな、あ爆弾じゃん。シンプルな爆弾。あ入った。これ吸うの。はい。ええ、あ、分かった。グイジグイジね。あベロバグったよ今。おい気持ちいい。おいすごいな分身ね。あ歯がない。あ来た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 。いやこれは本当に当たる気しない。棒立ちでも当たんないんじゃないかな。あそれはないよ、ね、それは当たるかさすがに。ぜ当てる気あんのかね。全然当たんない。こうだな。オッケーオッケー。で、これはこうだすな。死ね。ほら、ボンバー。なになになに。いや、そっから出てくる意味。やめろ、お前。うわぁ、なになになに。え？いや、これは無理じゃない？いや、無理でしょ、こんな。避けようがねえ、こんなの。3つになった。3つになったよ。なんで毎晩2本だけコピーできないんだろうね毎回。はいはい。おい。お疲れー。長かった長かった。えこれ吸えんのこれ。これ吸えんのか。あー入っちゃった。わあ出たー。いやでも今作でかいなこれ。こんなでかかったっけ。これどうすんのこれ。あーよかったー。これサイズ戻らなかったらこのサイズのマリオたちが出てくるってことでしょ。任天堂終わるわそんなんだったら。ナイスキャッチ。よかったこれ落っことしてたら本当に死んでも死にきれねえな。えあれえ嘘でしょ嘘でしょ。15階だよここ。グイージは生きてるだろ。グイージは生きてるだろ。あお前お前ルイージマンション2でのあの悪行はどうした。やばいなお前。まあやっぱ生きてるなお前は。普通にグロかったけど。いやオバケン今作何天使じゃんただの。前作での悪行が嘘みたいだよオバケン。お先にピーチが出てきた。いやーよかった。いやー幸せのハッピーエンドですよ。あ、お前らいたわ、そういえば。ごめん。信号機いたの忘れてた、ごめん。はぁ、あ。すごいね。あ、出ちゃうよ。いや、今回はやばくない？だってお化け制御するとかないもんね。ああ、出ちゃった、出ちゃった。うわ、待って、めんどくさいよ、この量は。この量はめんどくさいわ。始末すんの。あ、消えた。なんだ、なんだ。操られてたのこいつも。こいつらも。操られられてたけ。ああ。申し訳ないな。隅がぶっ壊しちゃったわけだから。なになになに。どっから出したそのヘルメット。何でも持ってるな、こいつは。ああ、はい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 。もう一度一から作ろうってことね。なるほどね。お皆さん終わりましたー。完結だ。シリーズ完結できた。いやー長かった、長かったわ。嬉しいわこの完結が。俺シリーズ系完結しない系 YouTuber だからさ、今までそうだったから。いや完結できたことにも、あー
時間はだいぶかかったけども、まああれですね、まあ完結というのはね、あのちゃんとね、やっぱ完結するっていうのはやっぱり皆さんにね、やっぱりこの配信、この投稿主はシリーズを完結させないのかっていう印象をね、払拭できる。もう消せたでしょ、これで完結できたから。うん、よかったわ、よかった。正直マジで長かったルイージマンションが俺ね、動画編集で一番時間かかるんですよ。だからこのシリーズ終わったのはね、ある意味動画への負担がだいぶ軽くなったってのもある。毎回毎回ね、ルイージマンション3ね、茶番入れてたじゃないですか。その茶番がね、毎回考えるの大変だったわ、あの裏話的には。だから投稿遅れたんですよ、ちょ言い訳するとね。いやガチでね、茶番が思いつかないんだわ。思いつかんのよ、結構な、結構よ。いやだから今回までね、頑張ってこれたのはもう本当に皆さんの見てくれるおかげですよ。モチベーションになったんですよ、本当に。皆さんのコメントが、温かいね、コメントが、いや感謝感激です。いやでも楽しかったわー。いやー、全部やってるからさ、ルイージマンション、ルイージマンション2もやってきてるわ、やってきたんですよ僕。だからすごいね、ルイージマンション2は完璧に撮影外でやってた。もう小学校、中学、ん？小学校じゃねえな、中学かな、中学の頃にやってたやつだったから、かなり極めてたね、かなり極めてたわ2は。いやー、いや長かったほんまに。いや3完結できたのはマジで嬉しいですね。で多分今回もね、ホテルを作ってるわけですから、危なくない？これ、普通に危ないよなお前いやいや危ないな、こいつらやばいな、危ないんだよな、命綱ないもんなガチでさ、ガチでよ、さすがにつけよう、マリオ。15階の建てのね、ホテルだったわけだから、危ないね。おーおーおー、できてるできてる。だから今回もね、あれがあると思うんだよ。あ、でもどうなんだろう。いや、でもあるよね、作ってるってわけだから。お金集めた金額で、ホテルの豪華さとかが多分決まると思うんですよ。初代ルイージマンションは確かそうだった。確かっつか、そうだった。俺目指してたもん。目指してたもん。だから、いやでも金はだいぶ集めてた方だよ。だいぶ小じきだったからね、ルイージマンションやってるとき。ルイージマンションやってるときは小じきすごい意識してたから。グイージかわいいな、これ。これ無理じゃない？ゼラチンに。こういう仕事は。向かないでしょう。いやだから、S ランクが多分最高だと思うんだけどな。どうなんだろう。頼むから行っててほしいな。一応金にはがめつくやってきたんで。頼むぜ。いやー長かった。エンディングトークができるっていうね、この喜びよ。はあ嬉しい。それ手でよくない？それ掃除機で別に敷かなくてもよくない？手でこうパッて押せばいいじゃん、絨毯ねえ。いやはははは、捕まってるなこいつら。いや、こういう裏設定、裏の、この、捕まえた後の物語を見るのも好きですよ、私。で、ちょっと化け猫をパウダネスコナーと一緒にしてるあたり、ちょっと小山の、ちょっと両親の呵責を感じますね。あ、じゃあ完成と。ちょっと見たい見たい。早く見たい。早く。これ毎回誰撮ってんだろうな、この写真。カメラマン気になるな。見たいよ、早く。ホテル見たいよ。どうだ、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 どうだ。符号でしょ、もう。あー、なんか微妙。ほら、やっぱりなんかちょっと画面上もうちょい行きそうだもん。まあ、おー、帰んのか。いや、もうちょい、作ったわけだから、過ごさないのかな、ルイージたち。ああ。じゃあな、お前ら。叩きつけてごめんな、いろいろスラムで、頭、脳天。ボッコボコにしてたからな。ごめんね。ほんとに。いやあ。一つ、ああ、お前はついてくんの？まあ、お前はいいか。まあ、俺のペットみたいなとこあるからね。可愛いし。臭い臭い臭い。お疲れ。ゆっくり休め。じゃない？